おはようございます。今日はですね、2017年6月の1日朝の10時43分ですね。おはようございます。急遽ですね、申し訳ないんですけど、ボランティアスタッフの募集をしてます。誰か、やってくれる人いたら声かけてください。 LINE ください。1名です、募集してるのは。よろしくお願いします。はい、ワード2。ゆうさんワード2。誰が頼む。誰が頼む。だけどね、無人販売機になっちゃうから無人販売だから、無人販売、それはさすがに避けたいよ。はい、ワード2。ニアいらっしゃい。10分くらいで書いてみた。え、LINE で送ってよ。LINE で送って。俺の似顔絵描いたの。LINE ください。12時くらい、そうだね。12時くらいでいいね。風船ありがとう。今月初アイテムありがとう。ありがとうございます。いや、超適当で全然いいよ。送った？かっこよく書けた？ LINE 来てないね。え、来てないよ LINE。誰に送ったの？ LINE だよ、 DM じゃないよ。 LINE 来てないけど、俺に送った？本当に。え？ LINE 送った？いや、来てないけど。あ、来た来た来た。え？ LINE 来てないよ。ちょっと似てるねあ、すごいね、10分で書いたんだ。すごいね、似てるかも。絵心あるんだ、これはすごいわ。あ、今のキャプルよ。絵心あるんだね。あ、うまいうまいうまいよ、普通にうまいよ。携帯で書いて、これ、こんなうまいの？あ、そう。特徴捉えてるよね。なかなかうまいんじゃないの？これ。なかなかうまいよね。うまいよね。うん。じわるよね。特徴捉えてると思う。特徴捉えてる面白いね。もっとかっこよく描けや。うん、上手上手。ツイッターにじゃあ
拡散しようか。はボランティアスタッフで物販ですね。物販を募集してます。物販を。似てるな。腹立つわ。腹立つわ。よく似てるわ。アニメ風にイケメンにするのか、美化しまくり、うん、いや腹立つでしょ、なんか、うん、憎たらしい顔してるよ、憎たらしい顔。うまいね。え、なに、絵描くの昔から得意なの？携帯でよくこんなうまく描けるね。携帯のアプリで書いたの？指でこうやって？うまくね？すげえな。もっとイケメンなの書いてよ、イケメンの。なんでこんな間抜け面なんだ。作らねえわ、ステッカー。和道グッズはあれだから、ブランドを重視してるから。うん。タッチペンで書いたんだ。うん。30万っすね。ガロさん。30万。花火が一発500円俺に入るから、うん、30万だね。やっちょも書いたの。いろんなの書いてんだ。やっちょうも見てみろよ。やっちょうも送ってくれる？やっちょうも見たいって言ってるけど。やっちょうも送ってくれるかい？来た。お前ふざけんなよ、お前。ぶっ飛ばすぞ、ほんとに。お前ぶっ飛ばすぞ、マジで。いや、腹立ってきたわ、ほんとに。お前ふざけんなよ、ほんとに。言う。お前ほんとふざけんなよ。お前ふざけんなよ、ほんとに。マジで。いや、腹立つわ。クソ腹立つわ。俺のクオリティこっちね。俺のクオリティこっちなの？ 10 分で書いて。俺のクオリティこっちだよ。ね？で、新八丁の似顔絵は、こっちなの。なんか熱のこもり方ちげえだろう、ちょっと。何ちょっとかっこよく書いてんだよ、お前。全然ちげえじゃねえかよ、クオリティがよ。クソかっこよく書いてんじゃねえかよ。なんだよ、全然ちげえじゃねえかよ。なあ。なんだよ、このクオリティの差よ。なんでこっちの方がイケメンなんだよ。お前よ、ふざけんなよ。書き直せ、逆だろ、これ。これずるいだろ。なんか俺を間抜け面に書いてよ。全然クオリティ違うじゃん、全然。全然違うじゃん、全然。なんでこんなことになったの？おかしくないこれ。もう全然、なんか間抜け面に書かれてさ、おかしいでしょ、ちょっと。クレームですよ、クレーム。顔の作りが違うのかな。
笑うわ。中身は和道さんの方がイケメンだからフォローになってない。フォローになってない。うん、でもうまいね。絵心あるんだね。素晴らしい。うん、はい、和活。写真が見当たらなかった。俺のツイッターにいっぱいあるじゃん。俺のツイッターにいっぱいある。全然使っていいよ。引っ張ってきていいよ。これで T シャツ作ろうかな、どう思う？これで T シャツ作る。これで。ツイッターのワドンさんかっこいいもんね。俺写真撮るのうまいんだよ。写真撮ったりとか、なんか、その、なんかちょっとなんか独特の世界観なんだけど、結構なんか好きな人は好きみたいよ。いたくみさんワドツ。好きな人は結構センスいいって言ってくれる。嫌いな人は嫌い。 T シャツとタオル、 T シャツはもう販売してるよ。トソさんどうもどうもありがとう、ありがとう。パフェありがとう。おはよう、ゆるちゃん。今日もっていうのは知らないけど、いつも下痢してるかどうか知らないから。ゆるちゃんいらっしゃい。ちょっとさ、ゆらちゃんさ、ゆらちゃんちょっと、スカイプ上がれない？ LINE 上がれない？あ、編集長どうも。スタッフは、物販です。ステッカーの販売ですね、簡単に言うと。ステッカー販売です。編集長おはよう。ただね、会場の中に入れないんですよ。試合は携帯で見ることになっちゃう。会場の雰囲気は味わえるかもしんないけど。それがちょっと難点ですね。なんか怖い。あ、じゃあやめとこうか。うん、いいよいいよ。ユラも捨て頃行きたいです。え、じゃあ物販やってくれる？やってくれるんだったらお願いするけど。誰か一人だけ募集してるんで。よろしくお願いします。スタッフは集合時間早いよ。2時だよ。まあまあね、女の子の方がスタッフはいいと思うけど、ババアしかいないから。うちの放送ババアしかいないからさ。え、ももちやってくれんの？本当に？マジでやってくれんの？あれだよ、給料とか出ないよ。うん、やってくれる人いたらありがたいです。本当にお金も全然出せないですけど、ただ会場に入れなくなっちゃうんで、和道さんの枠人多くて緊張する？いや、全然多くないでしょ。え、マジで？俺の LINE 知ってる？ももつい。やってくれんの？あ、じゃあやってもらおうかな。やってくれんの？やってもらおうかな。ねえ、ありがたいよね。DM、あ、いや、俺のね、プロフィールのところに、LINE 書いてあるから、LINE ください。俺のプロフィールに LINE の URL が書いてあるんで。ありがたい。
それは助かるわ。早速もう悩みが1個消えたよね。見つかった。ありがたい。ありがたいね。助かったわ。こんにちは。前玉ありがとう、風船。ありがとうございます。こんにちは。送った？ありがとう。LINE 送ってくれた？確認します。はい、空太郎さんいらっしゃい。念のために一人じゃないのかな。なんかよく言われるんだよね。やりましょうか。今一人決まったんだけど、もう一人いたらありがたいですね。ありがたいですね、もう一人いたら。ありがたいですね。やってくれんの？やってくれる人は LINE に連絡ください。ただ試合見れないよ。チケット持ってる人はダメよ。試合見れなくなっちゃうから会場の中に入れない。OK、どんしき。じゃあ LINE ちょうだい。LINE ちょうだい。何のスタッフですか？ステゴロって言って、これですね。インターネット配信者格闘技祭。ステゴロの。スタッフ、物販スタッフですね、僕の。ありがとう。ハート5個ありがとう。頑張れよ。ありがとう。ね、みんな優しいね。あと10日か、早えな。まいったね。みんな練習してんのかな。金梅さん結構なんか体中あざだらけになってるよね。体中あざだらけになってる。ルリありがとう。おはよう、エルノシア。おはよう。保留で？了解。OK。確定の人だけ連絡欲しいですね。
グッズはね、T シャツとかも売ろうと思ったんだけど、結局ステッカー2枚だけ引っ提げていこうかなと思って。ステッカー2種類、まだ発注してないんだけど、もうデザインが決まって、今日発注に後で行きます。いや、ブロックは俺1ヶ月に1回解除するの。これが第2弾、ステッカーの。これが捨て頃で販売する新アイテムですね。このステッカーと、このステッカーね。で、もう一個は、月1か連絡もらったら解除してる。ね、でもすぐ入れるからね、めんどくさいのは。この2つのステッカーで、今回は販売します。1枚1000円。クソ高いでしょ。1枚1000円。まあ、売れないと思うけどね。俺のファンとかいないでしょ、別に。まあ、2、3枚。かっこいいでしょ、これ。捨て頃って。これ、便所太郎さんに名前の許可もらったから、捨て頃って入ってます。で、もう一種類作ろうか迷ってるんだよね、正直言うと。時間がね、これ1枚作るのに4時間かかったから。通販もするよ。通販も始めます、郵送で。で、もう一つは、リアトツの旅、1万人リアトツの旅のステッカー。今度からデザインこれに統一されるから、和道カードは、和道ステッカーは、だからこれコンプリートしていく感じ。雨に当たったらダメですね。素材はね、素材、現物見せようか。現物を。現物見せた方が早いから。こういう素材になります。これが、だからね、画像で見てると真っ黒だけど、ここ丸くカットされてるから。で、大きさこれくらい。大きさこれくらいです。でね、サテンの生地で、布製のステッカーになってます。なんか光沢がある感じ。ちょっとキラキラ光る感じの白い部分がね。で、布製のワッペンステッカーなんですよ。なので、硬いところに貼ったら大丈夫だけど、基本的に雨には弱いです。布製なんで。車とかバイクには貼れないですね。車とかバイクのやつはね、結構、なんつうんだろうな。だから女の人だったら鏡とかに貼ってもいいし、こういう風にこれがギターに貼ったんだけど、こういう硬いところに貼ったら、まあ大丈夫だね。結構しっかりしてるね。物は結構評判いいですね。意外と質感がいいっていう。こんな感じです。ちょっと白がね、ギラギラしてる感じの。サテンっていう生地なんだけど、光沢感があって布製になってます。欲しい人は、LINE ください。リアトツで買ってもらってもいいし、リアトツで買ってくれてもいいし、郵送で買ってくれてもいいけど、まだ郵送販売のシステム作ってないんで、この2種類ね。で、もう1種類作ろうかどうか迷ってる。いや、どんどん貼っていいんだよ。ステッカーはお気に、普段使うものに貼って、貼るのが一番いい。普段使うのに。それが一番いい。俺、フォロワーとかしてないけど、高光っていうアカウントでしかフォロワーしてないですよ。偽物じゃないかな。フォローバックは俺、基本的にしないけど。フォロワー？何のアカウント？クータロス、フォロワーって。俺、フォローバックしてないけど。あ、ごめん、クータロス、これ間違い。うん。俺、フォローバックしてない。だから、ツイッターのバグだわ。勝手になんか、なっちゃうんだよ。タオルか。タオルか。はい、ワード2。カオさんいらっしゃい。偽物じゃないけど、なんか俺のツイッター見たら勝手になんか、ツイッターがね、最近バグるんだよ、よく。ごめんごめん。俺、基本的にツイッターフォローバーしてない。申し訳ない。クータロス、申し訳ない。
新しいステッカーいいよね。赤ね。今度からセリフがつくから。カードの右の方に書いてあるのが俺のセリフで、で、左は解説。いや、アイテムも別に自由でいいよ。自由で。グッズが欲しい人は T シャツも売ってるから、T シャツ買っても、アイテム投げても、現金振り込みしても、どうしても俺の支援にはなるから。どう転んでも。だからまあ、物が欲しいっていう人もいるじゃん。中には。アイテム、なんかね、放送でアイテム投げるの批判的だけど、なんか私が手元になんか残るんだったら支援したいっていう、ステッカー買いたい。支援の形なんかいろいろあるから、自分が好きなの選べばいいんだよ。T シャツとかも販売してるから。あのネット販売でパーカーも売ってるし。赤いのもサテン生地でいこうと思ってる。全部俺はサテン生地で、統一しようと思ってるね。また来て、ゆうちゃん。うん、また来て。基本的には、同じ生地で統一して。で、コレクションできるようにナンバリングが振ってあって。例えばもう、これ一回、原価かけて擦ったら、基本的にもう擦らないようにしてるから、限定品で全部出していこうと思うの。だから、売り切れたらこのナンバーは手に入らない。だから、ね、多めに持ってる人とトレードとかしてください。後々。いや、これはナンバーワン捨てごろって書いてあるけど、ナンバーツー、ナンバースリーって、このデザインで、いろんなシリーズ出してくんで。よろしくお願いします。ちょっと古いね、カードダスっぽい、デザインにしてあるんで。はい、高山渡す。捨てごろの会場で買って。一番最初に、販売するのは捨てごろの会場で販売するから。手頃の会場で販売します。こちらは先行販売です。あとは旅配信、リア突販売と、後々に郵送販売を始めるんで、よろしくです。オレオレ詐欺で捕まったお前の限定版を買う価値があるの？お前にとってはないんじゃないの？別にお前に売る気はないから。うん。買いたい人が買えばいいと思ってるから。売れてるんだから価値があるんでしょ。おやすみー。アイテムありがとう。おやすみー。アイテムありがとう。鳥さんどうしたん？いるよ、釈迦。釈迦いるよ。釈迦います。
ジーパン欲しいな。新しいジーパンが欲しい。おはよう、くるりんぱさん。おはようございます。おはよらったときはどうしてる？どうしていいかわかんないから病院に行くんですよ。まだ買ってない。誰が？何を？あ、ジーパン？減らったときは、どうしていいかわかんないから病院に行くっていう感じかな。まあでも、だんだん対処法が分かってきて、減らないようにするのが正しいと思ってるの、俺は。減らった後にどうしようじゃなくて、減らないようにするっていうか。で、なんだろう。だんだん自分の取扱説明書みたいなのができてきた感じかな。兆候がわかるっていうか、要はやりたくないことやってる時に減らるんだよ。俺、リーバイス派、エドウィンはあんま好きじゃなかった。タイトなパンツが好きだから、俺はリーバイス好きだね。リーバイス高くて買えてないけどね、もう。初見さんいらっしゃい。最近はもうユニクロばっかり履いてる。またから破けるんだよね。物持ちがいいジーパンがいいんだけど、物はいつかなくなるんですよ。悲しいことに。一生破れないパンツとか履きたいもんね。また縫っても、縫った横から破けてくるの。でもボロボロ。ボロボロです、パンツが。1本しか持ってない。持ってるんだけど、気に入ってるのは1本しかなくて、もう要は履き潰れちゃってる感じかな。わかんない。なんだろうね。新しいアイテムでしょ。ひよことゴミっていうのが出たんだけど、俺には投げられんのかな。ゴミ投げられるんだったら投げてみて、クルリンパさん。多分ね、初心者にしか投げられないんじゃないかな。ゴミ持ってる人いたらゴミ投げてみて、アイテム。投げらんないと思うよ。おー、みずきちゃん、おはよう。なんか最近閲覧増えてきたね、みずきちゃん。おはよう。なんか、みずきちゃん伸びるだろうなと思ってたけど、着々とファン増やしてて。おい、カメオワード2。みずきちゃん可愛いんだよ。初心者用なのかな、投げらんないってことは。で、俺 YouTube のお弁当の企画、あれいいと思うよ。なんか本人に合ってるし、淡々と続けていった方がいいよ。なんかその一気に売れようとかじゃなくて、多分着々とファンが増えてくると思うよ。
あとね、みずきちゃんね、ファッションとかやった方がいいよ。メイクだけじゃなくて。弁当とメイクが主軸でしょ？みずきちゃん。そこにファッションプラスするといいよ。着替えて、動画向きだけど、それは。生放送向きじゃないけど、こういうどこどこの服のレビューみたいな感じで。で、服とかも、あれだよ、天城府で送ってもらえばいいんだよ。生放送でお弁当とこういうのやってるからって言って、そのアイテムもらえると、その服買えるからって言って、そう、仕事に使えるからって言って、で、ふわっちでも YouTube やってることちゃんと告知して、 YouTube の方が伸びしろでかいから、で、特定のファン層を作っていた方がいいと思う。生放送はファンサービスでやって、動画を主軸にして、で、今度料理でこういう素材欲しいからとか、天城風送ってくださいとかさ。夜のふわっちの企画で投げるんだ。あ、そっかそっか。みずきちゃん伸びると思うよ。ただね、ガツンと伸びるっていうタイプじゃないと思う。ガツンタイプじゃない。ゆっくりゆっくりファンをつけていって、中堅まで行くタイプだと思う。変なことをやらないタイプだから。アメリカザリガニの飛来のイベントアイテム。あ、そうなんだ。お。アンチは別にいらないです、僕の放送に。アルカパさんいらっしゃい。おい、来た。ほい。今月一発目の花火ありがとう。マヨタムありがとう。今月一発目です。Thank you。花火ありがとう。みずきちゃんは顔がいいから、ビジュアルが。え、カメオも放送やってんの？ただね、爆発的に伸びるタイプじゃないんだよ、みずきさんは。でも、絶対ファンは増えてく。絶対増えてく。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。はい、わたつ。たまに基地やるタイプじゃない。基地やるとアンチが増えるタイプだから、リアルに。みずきちゃんは囲われ系なんだよ。囲われ系。あと、子供は出さない方がいい。もう6月だね。早いね。みずきちゃんは、ビジュアルがいいのと、あと、その声が可愛らしいのね。すごく。キャラがすごくいいから。だからね、アイドルなんだよ。要はアイドル系なんだよ。あと、サムネは変えた方がいい。このサムネ良くない？みずきちゃん。サムネはね、自分の顔写真がいい。せっかく武器があるんだから。そう、基地やったらアンチ湧くから、絶対ダメ。キャラ的にそういうタイプじゃない。たまに減らってる時放送してるけど、減らってる時も放送するの、俺はおすすめしない。みずきちゃんタイプは。二極化するタイプなのよ。サムネ、え、今イラストでしょ？このイラストを変更した方がいい。顔写真とかに変えた方がいいよ。前蹴りうまいなと思った。あ、ありがとうございます。自分の武器だから、可愛く生まれたのは。せっかくいい顔してるんだから、もったいないよ。前蹴りは空手で教わりましたね。空手でよく使うんですよ。小学校の時空手習ってて。距離測る時にすごいいいですよね。牽制になるんで。ダメージを与える技じゃないんだけど。すごくいいよ。いいんだよ。恥ずかしいとかないから。生主に。でも、着々と伸びてて、あ、やっぱりなっていう感じはしたけどね。爆発的に伸びるって、ブレイクするっていう感じではなかったけど、この人、2、3000人はフォロワー行くだろうなって、半年ぐらいで。最近いい兆候だから、朝方すごい人集まってるから、朝方のお弁当配信はすごくいい。パンチの距離に入らない。そう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 。
パンチの距離って結構ややこしいから、コンパクトで嫌だから距離測っちゃう。あの水月蹴りとかね、溝落ちにこうパチンって入れる技とかもあるんだけど、そんな入らないけどね、うん、若手に優しいね。俺もともと若手に優しいわ。あの俺がその大手から嫌われてすごい叩かれたから、あのすごい嫌だったの。俺が俺がっていうニコ生のなんか俺の方が閲覧多いとかくだらねえとか思ってて、なんかすごい偉そうだし、ニコ生の生主って、ですぐ天狗になるでしょ。でやってもいないこととかですごい誹謗中傷受けたから、俺それすごい嫌で、もし自分が有名になったら面白い人は面白いとか積極的に閲覧人数関係なくコラボは絶対やろうって決めてたの。それは先輩方のすごい嫌なところ見たから、どんな人でもあのコラボの依頼があったらやるっていう。ツイキャスのいいところはそこだと思うよ。垣根がなくて、なんか閲覧人数とかあんま気にせず、いろんな人と積極的にコラボしてて、で面白い人はどん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 上に行くっていうね、あの風に考えてるから。ニコ生はなんか俺のリスナーを取るなとか、もうすごいなんか狭い世界なの。それがすごく嫌だよ俺。なんか恥ずかしいと思ってて、うん、だってさ、配信者、若手の面白い配信者が育てば育つほど配信全体のパイが大きくなるんだから、マーケットがでかくなるじゃん。マーケットがでかくならないと市場が伸びないんだよ、うん、市場が。俺は配信、ふわっちでやってる配信者とは積極的に絡んでいきたいと思ってる。誰に影響を受けて？俺だよ、ルリ。俺だよ。はい。BGM はね、フリーミュージックで、スムースフリクションっていう曲。スムースフリクションかな？うん。すごい、雑談やりやすいんだよね。俺はね、うなちゃんマンきっかけで放送をやり始めましたね。あのね、普通の人はね、生放送が大好きで大好きで、リスナーさんから生主になる人がすごく多いんだけど、俺生放送の文化あんまり知らなかったんだよ、正直言うと。あんまり関心がなくて。で、YouTube ばっかり見てたんだよ。うなに片思い、片思いっていうか、俺もともとだから、ファンだからね、ちゃんマンの。ちゃんマンが好きで、で、ああ面白い生き方してるなと思って、俺もこんな風に生きたいなと思っては放送を始めた。まあ、そこが人生の間違いの始まりだよね。喉痛くなるよだから喉の調子が悪い時はちゃんまんの声できないんだよね。ちゃんまんの声なかなか難しい。コッペは助けたんだけど、あいつはまさにニコ生的なのよ。コッペとかメモレイとかサノッチとか、要は俺がでこうなってて天狗になってて、でコラボとかもしても、要はプライド高いから結局そのリスナーさん捕まえることができなくて、俺コッペとコラボしたよ 3、4ヶ月前。だけど結局これでリスナーさん全然大事にできなくて、でもうダメになった。うん、いいんじゃん、ディスり始めて。だから伸びないんでしょ。だから埋もれてくんだよ。本当に面白いやつはツイキャスでもニコ生でも YouTube でもどこでも上に行くはずなのに、たまたまニコ生にハマっただけで、だからニコ生からちょろっとふわっち始めても評価されなくて、嫌気がさしてやめちゃう人いっぱいいるじゃん。だからそれは天狗だからなんだよ。もうそんなのはもうニコ生でやらせとけばいいんだよ。ニコ生でしか居場所がないんだから。俺はどこ行っても成功する自信あるよ。いや、天狗でしょ完全に、うん。昔の過去の栄光にすがってるんだから。そんな、自分のリスナーさんの数をさ、自慢する前にさ、自分のスキル上げないといけないじゃん。もっと楽しませようとか、リスナーさんに感謝できないといけないのに。リスナーさん大事にできないんだもん。だから伸びないんだよ。俺はそういう人はもう勝手にやらせとけばいいと思ってるから。天狗になってる配信者なんか見ても面白くない。
リスナーのこと考えてないだけでしょ。ヒロ兄貴とかは俺絶対上に来ると思ったもん。あいつ意外と根性あるし面白いから。ヒロ兄貴は、ナンパで結構再ブレイクし始めてるけど。そう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 、アメリカ人とかそこだよ。俺はだからアメリカ人推してるの。サムネいいじゃん。ね、もっと顔はっきり映るの方がいいと思うよ。もったいない。メイクバッチリしてて、漏れてるやつの方がいいよ。わかりづらいから、それだと。隠れちゃってるのもったいないから、ぐーたらみたいにさ、バーンって出てる方がいいよ。顔がしっかり四角の中に収まってて、バーンって。で、笑顔の写真とかさ、あるから。絶対。YouTube とかから引っ張ってきた方がいいよ。快適な。絶対絵、イラストよりもそっちの方がいいから。結構サムネって大事なんだ。アメリカ人は、着々と伸びてくよ。はっきり言って。で、あいつはね、はっきり言うけど、2番手タイプなの。前に出るタイプじゃないんだけど、横に置いておきたくなるんだよ。企画の時とかに。だからアメリカ人は、今後、結構配信会に必要なパーツになってくると思う。アメリカ人が結構ここのポジションにいてくれると安心感があるよねとか、なんつうんだろう、前に出るタイプじゃないんだよね。企画で必要になるタイプなんだよ。俺はアメリカ、荒野とかよりもアメリカ人の方に期待してる。荒野は正直、マルチプレイヤータイプなんだよ。で、意外とまだ評価されてないけど、喋りがいいんだよ、あいつ。実は雑談がすごい上手いの。アメリカ人っていうキャラをおっしゃってるんだけど、あいつは、俺結構考えてて、あいつとラジオやりたいって思ってる。週に1回とか、普通にアメリカ人っていうキャラを消して、まあアメリカ人でもいいんだけど、普通にラジオ番組やりたいなっていう。それくらい喋りは上手い。まだ評価されてないんだけどね。そこの部分ではいじられキャラになっちゃってるからもったいないなと思うんだけど、いや別に配信論じゃないんだよこれは。俺配信論とかあんまこだわりないから。要はね、人を見る目があるかどうかなんだよ。この人の持ち味はここだとか、ここがうまいからこうなってリスナーさんがついてるとか、分析が得意なの。その人のいいところ。だからね、なんでこの人、ここで埋もれてるんだろうとか、俺ね、一番最初に思ったのは小島グランプリがそうだったんだよね。小島グランプリってめちゃめちゃ面白いんだよ。だけど、あの人がやってるのは尖りすぎてて、要は周りが引いちゃってたの。相方が必要だったんだよ、小島グランプリは。あれはもったいないなと思ってた、前から。ピンで行って美味しいタイプと絡んで美味しいタイプ。だから、ロハコさんがそれ典型的だと思ってて。ピンだと持ち味発揮できないんだよ。ただ、コラボした時に爆発的に面白くなる。で、それを扱うのが上手いのが横山みどりだよね。横山みどりはそこはすごい上手い。それこそ、普通のリアトツの会話とかあるじゃん。ミドリアン、スケガワってあれ相当高等技術なの。普通に話しかけてきてくれる、ね、素人のリスナーさんを面白くできるわけだから。あと、ウナ。ロハコの何が魅力あるんですか？ロハコさん面白いでしょ？ロハコさんピンの放送じゃなくて。確かに自分も見抜かれててびっくりした。レクチは今いいよ。はっきり言って。踏ん切りつけたのはわかるよ。そのまま突っ走りな、レクチ。お前は才能今芽生えようとしてるんだよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。みずきちゃん、それいいよ。それいいよ。これにしなよ。これすごくいいから。いいよ、いいよ。レクチはやっと俺が言ってることを理解し始めたんだよ。仲間ができて。あ、和道が言ってたことこういうことだったんだって。で、自分の気持ちとかを、やっと、込めることができたんだよ、音に。
今多分分かってるんだよ。自分が本当に音楽好きかどうか、本当に音楽やるべきかどうか。もうはっきり言って、このそこに入ったらあと3年だからね、レクチ。3年で結果出さないとダメだよ。本気でやんないと。狂ったようにやって、そう、もう3年で大体決まるの。もう才能のあるやつは3年で決まるの。和藤さんの放送大好き、いつも見てました、初コメ。あ、ありがとう、丸面さん、よろしくです。自分の才能を信じれるかどうかなんだよ。で、お前は才能あるって言ってんだから、うん、ただ本気になれなかったんだよ、今までは。何々だったらいいな、何々だったらいいなって考えてたの。違うんだよ、決めたら動くんだよ。動いたら変わるから、世界が、仲間ができるんだよ。いい音楽バンバン作りな、自分がこれだって思うやつ。初コメありがとう、カレーオーさん。あれ、カレーオーさん、あれかな、今日ドレさんのところにいた人かな。よろしくです。みんな嘘だって思うかもしれないけど、なりたい自分ってなれるんだよ。自分をダメにするのも良くするのも自分の心次第だから、そう、決めるっていうこと。あー、そっかそっか、カレオさん、よろしくお願いします。そう、なりたい自分になんか簡単になれるん。でも俺には無理だって諦めちゃうだけなんだよ、普通の人は。決めたやつは強いよ。決めたやつは何にだってなれるんだ。年齢も関係ない。風船ありがとう。風船ありがとう。自分でこういう人間になるんだって。今の時代なんかさ、それこそインターネットがあるからさ、面白いと魅力は違うと思うんですよね。あ、そうなんですか。うん、アイテムありがとう。うん。どんな人間にもなれる。ただその代わり失敗した時とかは言い訳はできないけどね、がむしゃらにやって、やっぱりその限界までやると才能みたいなものって見えてくるから、その時にそのなんだろう、これ親父から教わった言葉なんだけど、一流の人間には誰でもなれるっていうのが親父の考え方で、一流の人間には誰でもなれるんだって。で、一流の人間にしか超一流は分からないはずなんだ。でも世の中見ると三流の人間とかが超一流の人間のことを語ってるけれども、あれは間違いなんだよって。一流の人間だけが限界まで追い込んだら誰でも一流になれるのに、一流になって初めて天賦の才みたいなものが分かると。で、その人しか語れないはずなんだ。その人しか理解できない状況。だから、その一流の人間になりなさいっていう風に常に子供の頃から教わってた。カレオさんありがとう、風船。うん、一流どの世界でもいいから、自分がこれだっていう世界を見つけたらそこにどっぷり浸かりなさいって。で、その誰が何と言おうと自分が納得するまで、一流の人間になれるまで諦めるなって。で、そっから先超一流になれるかどうかっていうのは、お前が神様に選ばれたかどうかなんだって。天才なんていないと思うよ、俺は。どんな人間も、俺はそんな能力差ないと思ってる。うん。あのね、天才だって思うやつってね、努力っていう概念がないんだよ。ずーっと遊んでるんだよ。で、ずーっと続けられるんだよ。楽しいから。で、辛いとか苦しいとかって言ってる人間って、やっぱりどっかで諦めるんだよ。3年が限界だと思うよ。嫌いなんだよ。でも、やっぱ世界取るような人って、なんて言えばいいのかな。なんつうんだろう。やってること普段の練習自体を楽しんでるから、遊んでる感覚だからずーっと続けられて、どん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 上手くなってく。俺はそういう感覚だと思うよ。うん、俺はそういう人が、天才っていう、要は努力の天才っていうか、周りの人からすると、あいつなんで辛いことずっとやってられるんだろうみたいなことをずーっと続けられる。ひたすら楽しんで続けられる人が俺は本物の天才だと思う。それこそ一生続けられるぐらいの熱量、パッションを持ってる人、うん、そういう人が俺は好きですね。あと、うん、数合わせありがとう、ミュール風船ありがとう。フォローありがとう。
お、ありがとう。ハッチ、花火ありがとう。クール。うん。いい話っていうか、なんだろう。俺、当たり前のことだと思うよ、そういうのって。当たり前のことを当たり前に話してるだけなんだけど、それに気づけない人間とかが多いんだよ。で、なんでかっていうと、普通の人とか 99% の人って、夢を諦めた側の人間だから、叶える理屈とか、叶え続ける人って全く同じことと全く同じ思考回路をしてるんだよ。常に結果を出す人とか。要はね、失敗を恐れてないんだよね。失敗することが日常っていうか当たり前っていうか。だからそれって、なんかスティーブ・ジョブズも俺同じこと言ってて、あ、こいつできるなって思ったのが、あ、全く俺と同じ考え方してるわって思ったのが、成功する人と失敗する人の違い何なのかって。それってね、成功するまで諦めないだけなんだよ。成功するやつって。で、どんなバカでもできるんだよ。でも途中の 99% の人がみんな諦めてるだけなんだよ。そう。で、できないのが、諦めるのが当たり前の人にとっては耳が痛い話なんだよ、これって。でしょ？結果が出るまで諦めてるから自分のこと正当化したいのが普通だから。普通の人間って。でしょ？俺が選択したんだから俺の理論の方が正しいってみんな思ってるの。だから結果が出せないんだよ。うん、でも、結果が出す人は諦めないかっただけなんだよね。ただ毎日毎日人よりも多く動いて、多い時間を使って、すごい熱量を使って、失敗が当たり前でしょ。だから俺がよく言うのは、生まれた瞬間から、例えば野球選手で例えたら、生まれた瞬間から肩ができてて、時速160キロで投げれて、5種類、カーブとかフォークとかいろんな球種が投げれて、で、打率は5割。こんなやついる？生まれた瞬間から。絶対いないんだよ。イチローがなんで天才だったのかって言ったら、人よりも努力しただけなの。で、努力じゃないんだよ、イチローは。遊んでたんだよ。イチローの作文読んだらわかるよ。小学4年生のイチローの作文知ってる？みんな。知らない人いたら読むけど、今。いないでしょ。だから自転車だって初めから乗れる人間もいないし、自転車転んで転んで転んで、やっと諦めなかったやつが、そう乗れるようになるだけじゃん。で、乗るときは、最初乗れたとき必死なの。ガッチガチに固まって、こう、フラフラしながら乗るけど、みんなスマホいじりながら、音楽聴きながら、なんかアイス食べながらとか運転できるでしょ？片手で。当たり前になってくんだよ。ただそれだけなの。俺からすると、成功って。うん。だから成功っていうのは金を掴んでるとかじゃないんだよ。花火ありがとう。金を掴んだから成功じゃなくて、自分がこうなりたいって、どんなに小さくても大きくてもいいから、自分がこうなりたいっていう自分の理想の自分ができた時に、それを手に入れられるかどうかなんだよ。手に入れられるかどうか。うん、そこですよ。俺が言いたいのは。いや、金梅さんも石川の流儀もバンバン声かけられてますよ。配信外で。ちょっと何をおっしゃってるのかよくわかんないですけど、僕、金梅さんとよく一緒にいるんで、石川のりゆきもよくいるんで、バンバン、声かけられてますけど、うん。なんか誤解なさってるんじゃないですか？あなたが知らないだけで、あなたが知ってることが全てではないですよ。うん。物差しが小さいんじゃないですか。風船170個ありがとう。また警察だったな。また、働きたくないって叫んでる。バカ息子が、働きたくないって。俺は生活保護受けるって叫んでる。うるせえわ。殴ってるわ。大丈夫か。
小さくても見る目はあります。あ、そうなんだ。いや、隣の家がね、よく叫ぶんだよ。息子と親父が喧嘩してんの。初コメありがとう、ジンさん。とりあえず家ばっか言いますけど、日本一周の続きしないんですか？お前に関係ない。お前にそういうこと言われたくない。家ばっかいるとかどうでもいい。お前、俺普段の俺の放送見てないだけでしょ。俺の放送の俺のファンは普通に、俺の企画理解してるから。お前が俺の放送ちょろ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 見てて企画を理解してないだけです。数兵。別にお前みたいなリスナーいらないから。お前は消えていいよ。もう見なくていいよ。俺困ってないから。勘違いすんなよ。アドさんの放送面白いです。ありがとう、マルメンさん。ありがとね。嬉しいです。楽しいかね、楽しくないか、面白いか面白くないかって、人によって違うんだよ。で、例えばその映画とか漫画とかいろんなものがあると思うんだけど、みんなにも経験あると思うんだけど、小学生の時見た面白くなかった映画が大人になってめちゃめちゃ面白かったりするじゃん。それって、結局自分の人生の物差しがでかくならないと理解できないことっていうのは世の中にいっぱいあるんだよ。いや、自分の才能が花開かないと理解できないことっていっぱいあるの。なんか俺の放送が面白いか面白くないかっていうのは、俺の放送、話が理解できるかどうかなんだよ。共感できるかどうかっていうのは。だから要は俺と同じ目線に慣れてるかどうかだよね。達彦おはよう。おはようございます。だから俺の話を理解できないとか、俺の考え方を理解できないのは、もうその人本人の未熟さから来てるわけだ。俺の責任ではないから、それは。ジュース入れてくる。ことになるんじゃなくて、あなた観客でしょ？なんか勘違いしてません？俺別にあなたと会うつもりはないです。僕は仕事をしに行くんですよ。あなたに会いに行くわけではないんで、はい。勘違いなさらないでください。あなたは僕に会いに行く気かもしれないですけど、僕はあなたに会いに行くわけではないので、僕は決められた仕事をこなすために行くんで、はい。会うつもりはありません、あなたと。勘違いしないでください。あなたは金払わないと俺と会えない存在なんです。勘違いするなよ、本当に。腹立つわ。友達でも何でもねえんだから。な、小せえな。俺は付き合う人選んでるから。付き合う人間、環境って一番大事なんですよ。
人が生きていく上でどんな人間になるかは環境が決めるんですよ。で、環境を整えられないと結局クズばっかり周りにいるとクズになっちゃうの。俺はクズと付き合う気ないから。お忘れなく。知りません、そんなの。別に僕はあなたと喋る気ありませんから、僕は選手ですから、あなたと喋る気ありません。別に俺は偉そうにしてる人間が大嫌いなんです。リスペクトのない人間が大嫌いなんです。僕はあなたとお話しする気はありません。勘違いしないでください。金があったら何でもできると思ったら大間違いですよ。僕は別にあなたと会いたいと思ってるわけじゃありませんから。関係ありません。あなたが最前列だろうが、最後列だろうが。僕は嫌いな人間は嫌いなんで。写真撮影の特権があるのよ。8000円以上のチケットかな ?5000 円、6000円、8000円。イベントの協賛主に失礼だわな。僕はイベントの協賛主では、協賛、イベントの主催ではないので、僕は。うん。人の放送荒らさないでいただけませんか?あなた僕ブロックしてて今日解除してあげたからって調子に乗らないでください。はい。別に僕あなたからお金もらうわけではないので。はい。知りません。関係ありません。失礼なのはあなたの態度です。でかい口別に叩いてなくない?普通の正論を言ってるだけだよ。正論。こういうバカが嫌いなんだよ。金払ってたら何でもできると思ってるのが。てめえから給料もらってるわけじゃねえんだから、すっこんでろよ、本当に。本当は和道なの?本当に。顎のたるみさん、なんでそれ知ってんの?うるさい、細田。うるさい。関係ない。俺は便所さんからファイトマネーもらうの。お前を客かどうか知らないけど、客だから何してもいいっていう態度は俺は嫌いなの、俺は嫌い、そういう態度が。おはよう、海保、おはよう。だから俺はこの道を選んの。自己責任を取るために自分で稼いで自分で食っていく自己責任を負える生き方してんだよ。知らない、共産主だってなんだって関係ないよ俺には。俺選手なんだから。人の放送荒らしてる方がマナー違反じゃん。そう思わない？なんで便所太郎に同じこと言うの？意味がわかんないんだけど。俺は便所さんから金もらってるんだよ。バカなの？お前スポンサー席だから何なんだよ。何が言いてんだよ。じゃあ話聞くからトツ上がってこいよ、じゃあ。わ、わって言ってた。あ、覚えてないわ。あ、ゴンタルミさん。マジかな。和道なのかな。亀の名前。何をしてないの?何をしてないの？ほぼ初見さんいらっしゃい。小津さんいらっしゃい。ねえ。そこまで言うんだったら、言いたいことあるんだったら。はい、ほっこりお兄さん、和田つ、いらっしゃい。言いたいことあるんなら、じゃあ LINE かけてくればいいじゃないですか。いや、怒るでしょう。こんな態度の悪いやついたら。いい年こいて。失礼だろ。
腹立つわ本当に。話す気はないとさっき、いやだからそこまで言いたいことあるんだったら直接お話しましょうって言ってんの、うん、俺はリングの上であなたに会いに行く気がないっつったのよ。別にあなたと話すトークイベントでギャラもらってるわけじゃないから。俺は選手としてファイターとしてリングに上がるんでしょ。違うんだよ、今日の今日じゃないの、この細田って人はずっと煽ってきてんの、うん、物販ステッカー作ったよ、うん、あ、わかるよわかるよ、これとこれを販売するよ、これとこれ、これとこれ、この2種類のステッカー販売します。ファイターがタバコかよ、笑かす。別に全然タバコ吸っちゃいけないんですか。タバコ吸うでしょ別に、生主なんだから。各1000円ですね。販売はこちらとこちら各1000円です。禁欲はしてない全然。俺は好きな時に好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやりたい。1枚1000円ですね、物販では。これもこれも1枚1000円です、うん、もしよかったら買ってください、うん、高いですけど。ウィスー、出てこい屋さんいらっしゃい、うん、そういう舐めた姿勢だと対戦相手に殺されますよ。うん、そうかもね、うん。でも別に俺が殺されようが殺されまいが良くない別に、うん。あのね、二色釣りっていうの、一色釣りか。一色釣りが一番高、あの、安いんですよ。原価が。で、みんなが思ってるよりもステッカーってすごい高いのね。みんないくらで作れるかとかさ、1枚1000円高えよって言うけど、個人で売るのやっぱそれくらいかかるんだよ、どうしても。しょうがない。うん、これはテルチャンピン勝つ、うん、同じ態度で接してくださいねじゃなくて、あなたとは会わないって言ってますよね。あなたとは会いません。勘弁してください、因縁ふっかけてくんの。僕はあなたと会う気ありません。お話しする気もありません。変わりません。僕はずっと因縁ふっかけてきてるのは細田さんですよね。あなたとお会いするつもりは僕はありません。もう勘弁してください、本当に。僕はあなたからギャラもらって時間割くわけじゃないんで。会うことになるんじゃなくて、それはあなたがそう思ってるだけでしょ。俺は試合をしに行くんです。あなたに会いに行くわけではありません。僕はあなたとお話しする気はありません、一切。そうそう、量を作らないといけないの。大変なんだよ。だから原価が高いのね。こんにちは、チャム、いらっしゃい。主催に確認してくださいじゃなくて、あなたとお会いするつもりはありません。何度言わせるんですか。俺は試合に見に行くならワドンをファイトスピリットに会いに行く。最悪、一言だって話さなくてもいい。うん。おはよう、ニート社長、おはよう。おはようございます。しつけえな、本当に。当日にわかるからじゃなくて、契約に書いてないでしょ？細田さんと会ってお話をして、お食事をして、会話をしなきゃいけないなんてルールありますか？本当によくわからない人だね、うん、腹立たないこういうの。チカプンさんいらっしゃい。
コ生超会議、ザリガニさんいらっしゃい、うん、アイテムありがとうね。本当にクズだよね。試合頑張るよ。ありがとう。最前列で見てますから知らないよそんなの。俺が頼んだわけでもないし、勝手にチケット買って勝手に自分で選んでるわけだ。それで選手に因縁吹っかけるとか、どんな客だよ本当に。おかしいだろどう考えても。ね。ボディーガードになってくれんの ?SP がいる、SP が。にゃこやむさん、こんにちは。ステッカー作るのもいろいろ大変っすよ。うん、え?昨日後輩がニュースに載って悪いことやったの後輩が。いや、戦う気ないよ。ただ俺関係ないもん。因縁吹っかけられてるだけだもん。何のメリットもないぞ。俺がこの人と戦ったところで。俺は会う気がないっつってんのよ。あなたとお話しする気はありませんって。私はあなたのこと嫌いなんでってずっと言ってんのよ。しつこいな、本当に。風船10個ありがとう。風船10個ありがとう。まだいんのかよ。車からスーパーマンごっこで運転席に顔出したら問題になってた。アホだね。笑うなそれ、うんうん、バカプレゼントありがとうポンタさん、ありがとう。もうストーカーでしょここまで来たら、うん、僕は1ヶ月に1回ブロックは解除してるんです。全部のブロックを。それでありがとうって言って気づいてくれるリスナーさんがいるから。でもあなたみたいにね、ブロック解除してもありがとうもなくずっと煽ってくる人がいるんです。わかります？別に、あなたは今別に普通に対応してるから、普通にブロックはしませんけど、僕は嫌だと思ったらブロックしますから。なるべく多くの人に見てもらいたいんです。ただマナー違反をする人はブロックに入れます。ただそれだけです。僕は月1回ブロック入れてますから。だから解除したのは僕の都合です。全員ブロックを外してるんです。コメントの一番下の方に書いてあるよ。ブロック解除してくれてありがとうって。マナー守るからって言ってますよ。ねえ、嫌だったら見なきゃいいのにさ。不快だよね、本当に。はい。お前はブロックです。はい。お前はブロックです。お前はブロックです。はい。パターン青、ブロックです。さよなら。僕が決めたルールですね。無駄だね。本当に。炭酸系あんま飲まないですね、僕。炭酸好きとかないっす、全然。炭酸そんな飲まないね、確かに。
おお、バレーにはだつ、いらっしゃい。楽しんでて。この前、和道さん、テレチャンピン、サメジャマさんとかの心霊配信見れなかった。履歴残ってますか？俺ね、YouTube に全部動画に上げてるから、もしよかったら YouTube 下のチャンネル登録してくれると嬉しいです。スパーリングの動画とか、生放送で非公開の動画とかもいっぱいあるから。あごひげ、いや、俺ね、ここもあった方がいいんだよ。何回もね、ここ剃って後悔してる。両方あった方がいいよ。で、みんなも、髭剃った方がいいんじゃんって言って、髭剃ってる。結局、やっぱ髭あった方がいいかなってみんなも言うから。だから、髭は、剃らないようにしてる。俺、こっちの方は剃ってるけどね、ここも生えるから、頬とか。頬と、ここと、あとここは剃ってるようにしてる。一応、整えてるんだよ。一応整えてる。ジュースはコンビニで買ってるね、スーパーとか。いや、牛島くん目指してない。俺ずっと、だって、ガキの頃から、20代の頃からヒゲ生やしてんの。染め直すよ。染め直す。いってらっしゃい。20代の頃の写真見る？あるよ。20代の頃の写真あるかな？見る？ヒゲ全然生えてるから。プチアスペっぽくて中学からアメリカ行って楽しそうにやってます。あ、俺ね、実は、小学校の頃の先生に、すごい先生がいて、母親に、もし、この子の才能を感じてるんだったら、お金の都合が良かったら、アメリカ行ってあげてくださいって、ずっと親身になって言ってくれてる先生がいて、この子は日本だと才能が埋もれますって。この子の才能を日本人で理解する子はいませんって。だから、アメリカに連れてってあげてくださいって、ずっと親身になって言ってくれてる先生がいて、今でも恩師だと思ってる、その人は。で、アメリカには結局中3の時にホームステイしたんだけどね。これかな？ちょっと待って。これがそうかな。ちょっと待ってね。ほら、ヒゲ生えてるでしょ。これがね、26か7の頃だね。26か7の頃。ヒゲ生えてるでしょ。昔からだよ、ヒゲ生えてるのは。昔から。これが27歳の頃。横のヒゲはつなげてなかったけどね、顎のラインの。若い頃ね。52歳の貫禄ある。お疲れっす、東北ゴリラさん。お疲れっす。
イケメン儲けてる。まあまあ儲けてましたね。儲けてましたね。代理店の本社の方の名前、代理店やってたの。チャンネル登録ありがとう、よろしく。そう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 。スカーフはドルガバだ、ドルガバじゃなくてなんだっけな。ああかもしんない、ドルガバかもしんない。赤いスカーフね。ドルガバだったかな。ドルチェ&ガッパン。な、D&G って書いてあったから多分、あれだろうね。ドルガバだろうね。なんで分かったの？試合6月10日だよ。うん。バルスいらっしゃい。すごいね。スカーフ見ただけで分かるんだ。ドルガバかどうか。すげえな。俺全然そういうの分かんないから。俺がいつ嘘ついたの？人のことを疑って生きるって浅ましい生き方だと思うぞ。ベンジョ太郎さんのツイキャスで見れるから大丈夫だよ。生放送無料で見れるから応援して。初見さんいらっしゃい、楽しんでってユミさん。この前23歳、この前の23歳受験と似たしつこく、何それ、23歳受験って。ああ、いたね、うん。しつこい人嫌いなんだよ、俺。ご飯食べたよ。ご飯食べたから放送してるよ。なんでこんなやん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 寄ってくる人がいるんだろうね。うん、応援よろしく。頑張るね。ブランドにこだわりはないですけど、僕カルティエとか好きでしたね。あと手に入れたいなって思ってるアイテムいくつかあって、オールデンの V チップのコード版のやつね。の靴は、すごい好きな靴で、いつか手に入れたいと思ってて、オールデンの V チップコード版と、あとベルルッティの財布、うん。ベルルッティの財布は欲しいなと思ってる。いつか。金持ちになったら。ガキの頃からベルルッティ好きで、ベルルッティの財布欲しいなっていうのは昔からあるよ。佐野さんがレッツは和道にやるから売らないって言ってたけど、もうもらった？いや、まだもらってない。ではいいよ、全然。なんか、シャンマンからこじるなんて、あれだから。なんか店に置いてある、ねえ、やつ。ディーゼル？ディーゼルあんま好きじゃないかもしんない。小物はカルティエとかが好きだけどね。ライターとか、ベルトとか。いや、まあもうそんな生活はしてないもん。生主だかんね。美容室でやったよ。3杯目ヒカルくんの専属の美容師さんにやってもらった。超うまくて。
ディーゼル、うん、あとジョルジョ・アルマーニのスーツも一着いつか欲しいよね。だよ、何を着てるかじゃなくて誰が着てるかでしょ、一番大事なのは。フォローありがとう。シルバーアクセはね、そうだな、今持ってるやつだと指輪が2つぐらい、普段つけてる指輪はこの2つかな、このリング2つ、オズアブストラクトのリングと、オズアブストラクトと、あとブルガリだね。ブルガリ。ガウンはつけない。風船25個ありがとう。ありがとう。あんまりね、なんだっけ、クロムハーツとかあんま好きじゃない。ガウンって言ってもさ、ほら、一生に一回出るか出ないかの試合だから、あんまりね、お金かけすぎても良くないと思って。ユニフォームはもう買ったからさ。ユニフォームだけでいいかなと思って。ガウンは着るつもりないね、今回は。本当はね、ずっとね、選手としてやっていくつもりだったら全部お金かけた方がいいのかもしれないけど、もう多分これが最後になる可能性が高いから。後ろの髪跳ねてるかな、分かんない。あ、ここ寝癖ですね。南さんどうも。青山さんと和道さんならパワーで和道さんの勝ちでしょ。いや、パンチが当たんなかったら意味ないから。青山、俊敏性とかあるし、どちらかっていうと格闘技パワーいらないんですよ。普通の人はパワー、筋肉ムキムキでパワーあった方が強いと思ってる人多いですけど、ボクサーってみんなシュッとしてる人が多いでしょ。格闘技はどうだろうね、ステゴロ2で呼ばれたらね、練習はするけど、負けたらもう出れないって言ってたから、もしやるとしても負けた選手呼ぶ気はないって言ってた。寝癖超かわいい、ありがとうワン太郎。いや青汁いらないよ。パワーは俺の方があるって言ってる人いるけど、全然テルチャンピンの方がパワーあるよ。いや、なんか誤解してる人多いけど、俺テルが正しいと思ってるよ。別に練習するしないも自由なんだよ。練習しなきゃいけないなんていうルールはないのね。で、まあこれは結果が出たら分かることなんだけど、勝ったやつが正義だから、勝ったやつが正しいんだよ。どの世界でもそうだけど、勝ったやつが正しいの、ルールなんて必要ないんだよ。勝ったやつが常に正しい。で、リスナーさんは勝つやつを求めてるんだよ。だから俺が負けてみ？全員俺から離れるよ。そういう世界だから。勝ち続けないとダメなんだよ。お、アメリカ人いらっしゃい、こんにちは。さっきお前の話してたよ。アメリカ人がどう伸びてくるかっていう。あ、いろんな経験してきたかもね。いいことも悪いことも人よりも経験してきたと思う。まあ、まともな生き方はしてないよ。普通の人じゃ、よく言うんだけど、俺の人生は俺じゃないと生きてこれなかったと思う。普通の人だったらもうとっくに死んでるよ。
おい、ボン、こんばんは。こんにちはか。こんにちは。ボンいらっしゃい。あ、鮫島さんに電話しないと。忘れてた。鮫島さんから電話4件ぐらい来てたんだ。忘れてた。鮫島さんに電話しよう。かわいいでしょ？水木ちゃん。うん。サメさん。もし、あ、ごめんなさい、寝てました、昨日。てめえ嘘つきは配信してたの今。いや、今やってて、で、鮫島さんが映ってたんで、やべえと思って、電話すんの忘れてたと思って。はい。てめえこの野郎。すいません。あ、窓、サメソンに参加できる？あ、もちろん。ああ、よかったよあかっれですた。よね、伝説のギグですよね、サメソニえ？は。夏に行われる、あの伝そう説そう、の、伝説のもう本当にボンジョビとかが来ちゃうやつ。レッドホットチリペッパーズとかボン来ジる。ョビとかエアロスミスとかが来ちゃうやつ。え、僕いいんですか？出て。全然いいよ、もう。本当ですか？ありがとうございます。頑張りをか、やっぱね、組んでね、和道さんにはちょっと MC やってもらおうかなと。あ、マジっすか？いや、もう僕、中学生の頃からサメソニー出るのが夢だったんで。いや、もう全然全然、もうね、もうぜひ和道さんにはもうこの度、鮫島企画、やっぱよく頑張ってくれてるんでね。頑張ります。え、まあ当然と。何やるんですか、サメソニーは。鮫ソニはただのバーベキューだよ。ただのバーベキューが大事になっちゃっただけだよ。え、ただのバーベキなんューか知らに、ぬうちに大事になっちゃっただけだよ。ただのバーベキューに MC とか必要あるんですか？だからもう必要になっちゃったんだよ。あ、規模がでかすぎて。なんか、アメリカ人がなんかね、レコーディングもやるとか言い出しちゃって、引き下がれなくなっちゃって、本当はね、みんなで、やんやん、肉焼いて、なんか花火とかやって、わー楽しかったのに終わるつもりだったのが、なんか知らないけど大事になっちゃったのよ。わかりました。頑張ります。だから、いろんなね、その MC、振るから、そういうの、全部考えといて。わかりました。進行とか。わかりました。ジョビ来るから、ジョビ。ジョビ来るんですか？ジョビ来る。一応とりあえず、スケジュールはあったって言った。リンキンパーク来ます？リンキンがね、ちょっと今ね、交渉中。マジかリンキンがね、ちょっとね、今、もう、ほら、夏じゃん。ー。夏夏です入っちね。ゃうから、ちょっとツアーが始まっちゃうかもしんないみたいな。スリップノッそんトはな来るんですか？話があったよ。スリップノット来ます？あー、残念、声かけてない。マジっすか。まあ、ジャンル違俺いますはもグんリーね。ンデーは呼んだよ。グリーンで呼んでるんですか？すげえ呼な。んじゃった呼んじゃったもう。グリーンデー、分かったって言ってた。ビリジョー・アームストロングが。そう、昨日スカイプで言ってた。いや、マジっすか。すげえな。あとな、まあ、ピンクも来るね。ピンクも来るんですか？ピンクも来るし、メンツやばいっもうすね。大変。大変、もうすごいよ。わかりました。じゃああ、と、もう大変だよ、もう。楽しみにしときます。もう楽しみにしといて、了本当解に。です。もうサメソニー？君にかかってるから、わかりまし期待た。してるよ。お疲れ様でお疲れ。ーす。サメソニーについに呼ばれたか、俺も。出世したな。伝説のライブ。夏と言ったらサメソニーだからな。知らないの？みんなサメソニー。音楽好きならみんな知ってるサメソニック。サメソニーのパンフレット見る？知らないでしょ、みんなサメソニー。ちょっと今告知させて。サメソニーの。サメソニー、さ、あれ？アメリカ人。ちょっと空気読めねえな。空気読めなさ加減がすげえな。なんだよ。タイミング悪いな、こいつ。俺が出ようとしたら切りやがった。タイミング悪。配信何年やってんだよ、本当に。ちょっと待って。もしもし？あ、もし、もしもし？和郎さんって、歌歌うのとか好きですか？歌、何言ってんの？俺歌い手だよ、もともと。え、歌い手だったんですか？俺歌い手だよ、何言ってんだよ。私のリスナーさんで、ちょっと曲だ、なんかリ、鮫島さんの枠で誰かリスナーさんがサメソニーのテーマ曲作らないのって言ってたんで、ダメ元でちょっとリスナーさんに聞いたら、
ちょっと後で配信終わったらどういう人に作ってもらうか言うんですけど、おう。ガチガチのすごい有名な人ばっかりの曲作ってるおう。人が曲を提供してくれることになって。何？音楽プロデューサーで本気でやってる、なんかそういう世界で食ってってる人が、サメソいニや、のテーもうマソング。それで食っていくっていうもうレベルじゃなくて、ちょっともう本当に後でその人の経歴を来るんですけど、ちょっともうやばい人それが。放送で言えるの？それ放送ではその言えないんですけど、ちょっと今送って、今送って、今送って。絶対流す、絶言対わだない、け言でわすない、よ、これ。言わない、言わない。向こうからちょっとNG 出てるわんかった、わで、かった、言わないから。何、そんなちょっ言と、う。ちょっそれ、と、お前そのれリスナーで、さん？お前のリスナーさんなの？まあ、私のリスナーさんです。で、そういうすごい人がいたの？そういうか、まあ、映画とか、そういうなんおか音楽関係的う。おい、な、もしかして、詳しな、久石譲じゃないの？いや、じゃなくて、この人なんですけど、今ほう回曲提供してくれるのこの人で、ほう。ちょっまあと待っちょって、待って、と待って。ウィキペディア見てもらったらわかるんですけど、ちょっとウィキペディア見るよ。ちょっと待ってね。ちちょっょっとと待って。呼んだらダメで分かっす。てるよ、うるさいの。何年やって、聞いた。作品見てもらったらわかるんで分すかっけた、ど、分かった、分かった。ちょっと見経づ歴らを。い、これ、日本語のウィキペディアだから。YouTube 飛べ、あの、ちょっと、めんどくせえな。聞こえる？はい、聞こえます。誰だよ、これ。今日、マジか。で、私と青山と今回、鮫島さんが歌うんですけど、和道さんも来ますか？ 4 人のがちょうどいいんで。それ何？レコーディングスタジオでレコーディングすんの？これ。ガチプロのプライベートレコーディングスタジオで多分撮るんで。行く。なんで、多分10日ぐらいまでに曲が上がるはずなんで。で、OK。それでしよう、あれするんで、とりあえず、権利は。ちょっと待って、マジか。この曲も作ってんの、この人。はい。マジか。やばい、やばいな。が、それ、その人、その人に曲じゃあ作ってもらうように頼むわって言って、それでもう曲作る段階入ったんで、マジで？10日までに仕上がる予定なんで、OK。楽しみにしてるわ。なんでレコーディングが10日以降に控えてるんで、怪我だけしないようにしてください。10日以降ね。それ、もう、入れちゃっていいの？スケジュールにもう確定で。レコーディングするっもう、て。レコーディングはその日にち、具体的な日にちは、ちょっとその間入ってくれてる人と調整なんだけど、OK。基本的に私は土日の方がありがたいんですけど、いいよ、いいたよ、だ、まあ、全最悪、まあ、あとレコーディングスタジオのその、なんていうんですか、レ然。コーディングする人とそのプロデューサー的な人が、時間が、いつそのプライベートレコーディングスタジオが使えるかどうかとかあるんで、この前その人じゃない人のレコーディングスタジオをちょっと行ったんですけど、その人はもっと半端なかったです。マジか。何？レコーディングするの、鮫島さんとアメリカ人と俺と、あと誰なの？青山です。 仲良し4人組だ。OK、 分かった。ズブのど素人が4人集まって プロに撮ってもらうっ OK、 分かった。楽しみにしてるわ。て。 じゃあお願いします。はいよー、じゃあねー。はい。マジか。ガチガチのプロにレコーディングか。ついにここまで来たな。皆さん遅くなりました。ですね、サメソニックはこれです。サメソニック2017。夏は夏だね。6月頃開催ということで、皆さんが毎年楽しみにしてるこの時期が来ました。スリップノットは来ないみたいですけど、グリーンデーとかね、レッドホットチリペッパーズとか、参加するとかしないとかいう噂ですので、皆さん、サメソニック、この S かっこいいよね。サメがさ、S って描いてるって、こういうセンス良くない？ なんかサメソニ本当にありそうだよね。いや、凝ってるな。アメリカ人のこういう裏方業がすごい冴えてるよね。いや、わかんない。サメソニーはどこでやるとか。
とりあえずオファーが来たから。いや、アバウトだよ、サメソニは。サメソニはいつもアバウトだから。俺、中学校の頃、サメソニ出るの夢だったかんな、マジで。うん。サメソニ、サメソニね。楽しみですね。はい、みんな楽しんでいきましょう、サメソニ。夏が来たよ。サメソニで夏感じるんでしょ、みんな。ニルバーナとクラッシュを冥界から呼んできて。無理だろ。カートコバーン。夏は夏だねーって。サブタイトルがいいよね、サメソニ。なんかサメ島さんなんかキャラ変わってるよね、最近。なんか若手配信者を可愛がるなんか兄貴的な存在にシフトチェンジしてない？なんかさ、昔はさ、あの、配信界の荒くれ者だったのに、配信界一凶暴な性格だったのに丸くなったよね。ニルバーナ聞きたい？はいはいはい。初見さんいらっしゃい。変わったよな。ねえ、サメ島さんなんかキャラ変わってるよね。なんでキャラチェンしたのかよくわかんないけど。何かがあったんだろうね、サメ島さんの中で。ただのバーベキューってなんだよ。あのさ、サメ島さん、もう俺って笑っちゃったんだけど、テルチャンピンから電話かかってきて夜中に、なんか、あさって暇？みたいに言われて、いや、まあ暇だけど、何？って言ったら、映画見に行かへん？って言われて、テルチャンピンに、いや、構わないよ？って、誰と行くの？って言ったら、サメ島さんって言われて、え、ちょっと待って、サメ島さんと、俺と青山で、3人で映画見て、配信するの？いや、完全プライベートで、なんか乙女なんだよね。笑わない？青山から配信の誘いかなと思ったらさ、カズマさんと3人でさ、映画見に行こうぜって。サメ島さんに誘われてて、何なんだよって。友達かっていう。ウナハンターだったのにね、ウォーズマンさん。ねえ、すっかりキャラがね、丸くなったね、もう。いや、サメ島さんってもうサイコさんでしょ？もう配信会の。かわいいよね。うん。いや、何の映画か教えてくれなくて、結局雨降ったから朝電話かかってきて、やっぱなしになったわ。あ、おのちゃんいつもありがとう。ハートありがとう。頑張ります。うん。でも、あれだね。なんか、でも今の鮫島さんなんかいいよね。そう、昔の尖ってるさ、ところも残しつつ、なんか丸くなってるじゃん。そう、丸さもなんかいい味出てるじゃん。両方とも良くない？今の感じがすごいいい。なんかね、多分 FC2 に行ってから変わったんだよね。FC2 あたりからなんかね、すごい後輩可愛がるようになった。うん。ねえ、慣れ合いなんか一切やらなかったよね、昔は。キングさんおはよう。うん。キングさんおはよう。キレゲーって何？俺キレゲーなんかやらないから。キレゲーとかやめてください。キレゲーとかやめてください。俺今の鮫島さん結構好きだよ。最近いい方向に変わったのは、旅配信者のももっていう男性配信者。ほうほうほう。ニコ生の頃は小じきで相当叩かれてた。あー。うん。あー、昔の鮫島さん知ってる人からすると考えられないよね。うん。今普通にいい後輩可愛がるいい兄貴的な感じだもんね。年取ったのかな。
俺だけどね、昨日ね、結構 YouTube でうなちゃんマンの神回特集見てたんだけど、まあ、天才だな。佐野智則って男はモンスターだよ。面白い、面白い。もうね、俺つくづく思った。あ、もうこの人とレベル違うわっていう。自分の放送を比べて、もう面白さがズバ抜けてんの。もう全部100点なんだよ。なんかもう、反撃された時の、突で反撃された時の、こう、口が尖る感じとか。で、あれもう最高に面白いじゃん。顔芸っていうかさ、本人はネタでやってないのに、もう、いやでもよ、って、こう、口が尖ってくるんだよ。聞いてくると。とかね、もうね、なんか、筑前煮のご飯すすってるだけで面白かったりとか、もうずるいわと思って、もう面白すぎるんだよ。面白さの桁が違うっていうか、あれはもう、あれを天才って言うんだろうね。本当の。まあ、雑談面白い。で、ネタに走らなくても面白い。返しは面白い。で、アンチにも恵まれてる。リスナーにも恵まれてる。あれは化け物だよ、本当配信界の。もうだって、次の日には言ってること変わるどころじゃないじゃん。15分ぐらいで変わるじゃん。いや、鮫島さんは昔から体張るよ、全然。いやー、キャラが尖ってるんだよね。抜群だよね、面白さ。枝豆には、俺ね、枝豆にはもったいね、そんなにハマってないんだよね。まあ、面白いのはわかるけど、あんまりね、ちゃんまんの本当の面白さじゃないと思ってて。あれ、ぶっちゃけちゃんまんじゃなくても面白いじゃん。枝豆には、サマーソルトキックだよね。あれはね、だからあんま評価してなくて。あそこじゃないんだよね。当時バリバリトップな、ウナの家に郵便ポストとかにジャガイモ入れてたのにな、サメちゃん。すごいよね。でも、もともとなんか、ウナがサメちゃんにちょっかい出したって聞いたよ。もともと、鮫島さんの方が先輩なんだって。配信のキャリアで言ったら。で、凸かけてきたらしいよ。そっからなんか因縁が始まったらしいの。最初はだから、奈良やってたらしいよ。仲良かったんだよ、最初は。つって。で、だん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 、あいつの不可思議に使い切れなくて、マジ切れするようになったって言ってたよ。そう、俺のリスナー取ったんだよ、とか言ってたもん。バイト行ってらっしゃい、頑張って。珍しいね、今日昼なんだ。わさび2本どころじゃないじゃん。鮫島さん、うんこ食ってんだよ。俺、知り合いでうんこ食ってるの、鮫島さんだけだもん。あんなお母さんもおかしいやつ見たことない。ねえ、バーベキューするぐらいになってるもんな。あ、おっさん MG さんいらっしゃい。チンして食べてたんだ。すげえな。きつ。体張りすぎだよ、いくらなんでも。体を張りすぎ。サメちゃんは毎度毎度仕事熱く語って2、3日後には辞めるくだりが好き。おお、鉄板芸だよね、あれは。すごいよね。超絶熱く語るよね、その仕事の素晴らしさを。働く喜びを 大絶賛するんだよね、会社をね。で、大揉めで辞めるっていうね。毎回だもんね。あれはもう芸風だよな。一回あれだよな、ツイッターでさ、個人情報、
ツイッターで面接落ちた話はすごい面白かったんだよな。なんか採用して、なんか、小笠原諸島かなんかに、もう俺住んで働くわって言ったら、そこの本社の社長のツイッターかなんかで、あなた不採用ですみたいなこと書かれてぶち切れてたんだ。いや、鮫島さんが一個上だね。鮫島さんと香川さんが一個上かな。ゲルゲとかね。ゲルゲも一個上。俺の同級生は石川のりゆき、野田ぞーり、あと誰かな。橋本くんは一個上か。クズ世代って呼ばれてんだよね。あ、春日。関慎吾とかが同い年。関慎吾、俺、野田ぞーり、石川のりゆき、柴田かなと。この辺の、なんか、クズを生み出した黄金期って言われてるね。あと、その、この二つのね、この一個上と、なんか10年に1回ぐらいクズが大量に生まれるっていう、配信会に。そういう年齢があって、なんか隕石が落ちるらしいよ。うん。クズが大量発生するんだよね。ゴミクズが。当たり世代。あ、亀仙人は同い年なの。俺と、うん、32歳だね。この世代はね、結構面白いんだよ。昭和最後の生き残りの世代で、昭和っぽさとその現代のいいところ両方とも知ってるのね、うん、親がバブルの世代だから面白い世代だよ。お、広くいらっしゃい。同い年、うん、面白かったよね。俺も走らないと、ランニングしないと、これから走って走って。そうだね、やっぱ石川紀之がこう頭一個飛び抜けてる感じがするね。ぶっちぎって俺が一番下じゃないの、この有名どころで言ったら。野田ゾーリはニコ生でね、チャンネルとかも持ってる、活躍してるし、最近出てきたぐらいだよ俺が。うん、やっちょ新やっちは俺の年下だよ新やっちは全然俺の年下、27歳だから。だから俺呼び捨てにしてるでしょ、やっちょやっちょって、うん、タメ語でしょ俺。俺年上には絶対敬語使うから。新やっちは全然年下だよ。いやータイプが違うし、うん、多分噛み合わないと思うよ。多分噛み合わないと思う、うん、永遠の13歳、13歳だ、うんうん、ポスト佐野は石川なんだ。ジャンル全然違えのにさ、すり寄ってくるね。だからそういうところがちゃんまん面白いんだって。いや、天才だな。天才、マジで。系統全然違うじゃん。じわるよね、サメフェスの司会。司会ってなんだよ、バーベキュー。それではって MC 練習しようか。ちょっとサメフェスのちょっと MC の練習していい、うん、本番失敗できないから。あ、緊張するな。サメフェスの MC ってすごいな。皆さんお待たせしました、サメソニック2017。それでは赤コーナーより入場していただきましょう。黒毛和牛の入場です。なんだ、噛むな。めっちゃ噛むな。ダメだ。練習しておきます。バーベキューの練習しとく。バーベキュー苦手なのにね。バーベキュー苦手だって話散々してたのに、ね、あの、焼きそばにビールかけるバカ大嫌いなんだよ。グリーンデーがね、ギターで肉を叩くんでしょ。うらーって。ビリー・ジョーがね、うわーって、うん。お、いらっしゃい、正義の味方。お疲れ。
バブテレチャンピンビールかけるバカタイプだよね、うん、焼きそばにビールかけるとうまいんだよっていうタイプだよ。ビール臭くてまずいからね。新旧入れ替わりなんだね配信会も。いや新旧入れ替わりとはちょっと違くて、あのねこれ真面目な話になるとポジションとか椅子が限られてるって感じで、配信者って減らるから引退するんだよ。そうするとそこの抜け板、要はそのなんつうんだろう、そこにポジションに入って割り込んでくる感じ、その椅子が空いて、それでパワーバランスがゆっくりパーツが入れ替わってくの、下から這い上がっていって、まあ、急激にポンってその穴埋める人とかいるんだけど、金梅さんみたいなのはまさにそうで、超新星枠みたいなのがあるんだけど、あとリスナーさんが勝手に神格化していくタイプもあって、稲子と高志が実は同じ系統なのね。Qちゃん牧師とか、あのリスナーが勝手に盛り上げて面白くないのに立てまつって言ってそのポジションを埋めていくタイプとかいろいろあるの、うん、だね、新旧入れ替わり激しいんじゃなくてね、あの椅子取りゲームだよ完全に。そう、稲子は神っていう、そうそう、で高志もそのタイプだよね、うん、全く同じ系統だと思う。うん、見たことないんだ。稲子はじわじわ来るよ。すごい面白いよ。俺も稲子全然面白くないってディスってたんだけど、リスナーさんのアドバイスで、30分我慢してみろ。そっから先は天国だって言われて、俺本当に苦痛だったの。そうっすね。どうぞ、はい。どうぞ、くい。とかずっと言ってて、何言ってるか全然わかんなかったの。キョキさんいらっしゃい。楽しんでて。で、もう面白くねえなと思ったら、何が面白いって、もうろれつが回ってなくて何言ってるか分かんなくなってくの、どん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 。酔っ払って。滑舌悪いのに加えて酔っ払って何言ってるか分かんなくなるのに、みんなコメント欄は何言ってるか分かってるっていう面白さとか、もうじわじわ来るの。でも30分超えたらもうずっと笑ってられる。超面白くなる。稲子はね、後から来るタイプ。じわじわゆっくり来るタイプですね。フォローありがとう、フォロワーさん。フォローありがとうございます。TJ ちゃんとかエビゾーさんはどの位置にいると思う？俺エビゾー結構すごいなと思ってて、あのエビゾーがまさに実力があればいつでも這い上がれるタイプなんだよ。ニコ生だと、だから万人コミュ行くか行かないかの中堅どころだったんだけど、実はね、復活黙ってやってた頃、ツイキャスでもう一桁で放送してる頃、偶然見つけてエビさんの。あの、7人とかだったんだけど、うわ、恥ずかしい、バレたとか言ってたんだけど、今じゃ万人コミュでしょ。だからね、やり方を知ってるっていうのかな。あの、石川のりゆきがまさにその、石川のりゆきがね、まさにその教科書みたいなタイプなんだけど、あのね、リスナーに合わせるっていうのかな。その時代時代とか配信サイトに合わせて放送ができるの。で、エビゾーさんはまさにそのタイプで、キッズ向けだったらキッズ向けにやるっていうことができるんだよね。だからそこはすごい強いなと思ってる。あ、いってらっしゃい。そうそう、全員通訳とか解説者みたいになってくるんだよ。それがすごい面白い。旅は終わってないよ。再開するよ。俺、トツ行ったよ。うん、トツ行った。TJ さんは俺見たことがないから評論できないかな。ツイキャスは全然わかんないんだよね。全くそのツイキャスの面白さみたいなのも全く理解できなくて、あれはだからキッズが見るもんだと思ってるんだよ。正直子供たちが面白いと思う。だからめちゃめちゃイケてるに近い。
俺はなんか電波少年とかガサ入れとかあとトゥナイトとかあとなんだろう、ごっつええ感じとかそういうノリが好きだから、ちょっと毒のある感じの深夜番組が好きだから、めちゃイケとか夜7時とか8時にやってるような放送はあんまり好きじゃない。あーすごいね、じわじわ来るよね。フグちゃんいい人だった。飛び蹴り、飛び蹴りってなんだろう。初老配信、配信業、おつさんいらっしゃい。なんかこう、シュールとも言わないけど、なんかこう、そういう番組が好きだったから。ゆいがさん面白いよ。うん。トゥナイト面白かったよ、結構。トゥナイトは普通に面白かったよ。だから今で言うと、クレイジージャーニーとか、まあ、クレイジージャーニー有名だけど、あとはあの、なんだっけ、バズーカとか面白いよね。バズーカとか。ああいうのが好き。ああ、飛び蹴りは見てなかった、俺。あれでしょ、多分あの劇団一人が有名になったやつだよね、飛び蹴り。ちょっとしか見てなかったかな。うん、深夜番組面白かったんだよな、昔。やりたい放題だったんだよ、テレビが。トイレ行ってくる。ゆいがさんは面白いな。バズーカ面白いよね。うん、あのマキクロードがすごいいい味出してたのに降板されちゃったからね。マキクロードと、マキクロードが面白かったのにな、女殴っちゃったからな。DV 癖なんでしょあれ。もったいねえよな。
和道って前に、ゆいがにし、あ、そう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 。そうそう、お店やってる時にね、俺が。あれが初めてゆいがさんに突した時かな。そう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 。そうだよ。あ、知ってる人いるんだ。だいぶ前だけどね、もう2年ぐらい前じゃないかな。あれが初めてゆいがさんと会ったのが。ちょうどゆいがさんも復活したての頃じゃないかったかな。多分それくらい前だよね。だいぶ前。懐かしいわ。知ってる人いたんだね。あ、嬉しいですね。ああ、そうなんだ。いや、ね、長くやってるといろんな出会いがあって。ゆいがさん、俺、すごい好きなんだよ、もともと。ゆいがさん、大好きだし、うん、なんか誤解してる人いるけど。うん、ああ、エミさんとね、SM 配信も、ね、金箔師の、なんだっけ、金箔師のね、何さんだっけな、すごい大御所なんだよ、有名な。縛る人。千原ジュニアとか縛ってる人で、テレビ番組とかで。ゆずきさんだ。ゆずきりなさんに縛ってもらって、SM 配信は。ゆいがさんはだからいい人だったよ。ゆいがさんは普通にいい人なんで、いつも。暗黒野球の時も声かけてくれたし、おう、和道とか、お前頑張ってんな、最近よ、とか、うん。うん。あの人、気さくな人だよ。エミさんとも見てた、うん、この時間に配信見てる人ってみんな学生なの？学生じゃないと思うよ。多分ね、生活保護とか主婦とか、あと株とかの取引をやってたりして在宅ワークの人が多いと思う。まあ主婦とかじゃないのかな。まあ働いてない学生はまあ見てないよね。だって平日でしょ。木曜日だもん。見てないよ。うん、ゆうかさん大好きだよ。ただたまにふかす時があるから、突いて怒ったりとかするけど。ただのババアとか言って。ここはだから、なんだろうね、配信者として抜群に面白いのに、なんか配信嫌いになっちゃったからね、配信者のことが。別端末に素朴に聞きたいことがあったので聞いたらブロックされた。あの時は失礼。あ、そうなの？いや別に普通に俺は答えるよ。ただね、まさひとさん、まさとさんって読むのかな。俺は、なんか聞き方とか言い方とか、俺アスペっていう病気なんだけど、なんか礼儀のない人が嫌いなの。俺別に詐欺のことも隠したことはないし、生活保護も隠したことなくて、ずっと聞かれたら答えてるんだけど、お前よとか、なんか上から言ってきたりする人っているんですよ。喧嘩を売ってくる形で。俺そういうの嫌いで、俺からしたら初めましてだし、年齢上か下かも男か女かもわからないんですよ。僕からすると。で、そんな知らない人にいきなり唾吐きかけられたら腹立つじゃないですか、どんな人でも。だからそういうのが嫌なんですよ。例えば、マサトさんがさ、全く知らない人から、ああ、おめえなんだこの野郎とか言われたら腹立つじゃないですか。だから、そういうのだけブロックします。ただ、普通に、おはどうみたいな感じで声かけてくれる人に全然普通に対応しますよ、僕。うん。そういうのが嫌なんですよ。なんか、誰かを貶めたりとか喧嘩打ったりしても何も生まれないと思ってて。まあ、その時ね、マサトさんがどんなアカウントでどういう言い方したか全然わかんないけど。そうそう、俺ね、すごいモテるの。
年上の女性に。違う、そんなんじゃない。うん、そうなの。うん、まあほら、俺もさ、一日何百人もいろんな人とずっと会話してるからさ、全部が全部覚えてらんないから、うん、成熟してる部分があるから、なんか落ち着いてるとか大人っぽいとか子供の頃から言われてたね。あの、俺自身も年上の女性が好きだし、うん、年下の女性付き合ったこと一回しかないし、落ち着くんだよね、話が合うっていうか雰囲気とかなんかあるじゃん、そういうの。うん、だからなんか若い女が好きとかそういうのはないね、全然。なんか考え方とか、やっぱ成熟した考え方とかさ、落ち着いてる感じの雰囲気であったりとか、あとやっぱ学べるしね、年上の女性からは。いろんなことを教えてもらえるから、知らないことを、あ、甘えん坊なんだよ俺いつまでたっても。いろいろ、まあ4年も配信やってるといろんなことがあるわな。うん。うさぎ泥棒事件とかね。ごしゃぶ事件とか、橋本事件とかね。うん。今ここで会話できてるからよしとしましょう。そうだね。うん。それでいいと思う。全然。タイミングもあるだろうし。なんか印象とかってあるじゃん。俺の YouTube で見て、俺のこいつこんなやつなんだ、嫌なやつだなと思って見るのとさ。あと、なんだろう、あれ意外と喋ってみたらいいやつじゃんとかさ、いろんなタイミングがあるから、あんまり振り回されてもしょうがないよね。そう、野田のうさぎ事件は悪いことしたよね。本当に。あ、リスナーさん LINE 追加したときはルールで、名前、LINE の名前と、リスナーさんの小手判が違うときあるんで、必ず小手判を教えてください。それ以外許可はしてないです。うん、申請してないんで僕に電話することはできないです。メッセージを先に送ってくれた人だけね。なんかバンバン来るのよ。LINE の申請追加してくださいみたいなのが。だけど、下にも書いてあるけど、ふわっちから来た〇〇ですって書いてる人だけ僕は、LINE 繋がってますんで。小手判が違うから本名とかさ、なんか書いてあると、わかんないじゃん。誰が誰だかもう整理できないから、すごいいっぱい LINE 登録来てるからさ。携帯がおかしくなりフォローが消えたので、あ、そうなの、しげ兄さん。はい、了解です。ありがとう、再フォロー。あるあるだよね。おい、マキルいらっしゃい、ワドツ。あのさ、マキルに聞きたいんだけどさ、ツイッターとかフワッチとかフォローし直したりするじゃん、マキルとか。フォロー外してフォローしたりとか、あれなんなのフォロー抜けたりフォローしたりとか。結構古いじゃん、マキルとかって。やたらやらないよく。あれなんなの、なんでフォローしたりフォロー外したり、結構いるんだよ。頻繁になんか、フォローを入れ直すっていうの。あれ何なんだろうなと思って。アカウントがわかんなくなる。
きになったり嫌いになったりするの？嫌いだからフォロー外すわ、好きになったからフォローするわとか、そんな感じなのかな。よくわかんないよ。やってない？あ、マキルはそうか。ツイッターはフォローしてなかったのか。俺マキル結構古いから、ツイッターフォローしてたよなって勝手に思い込んでたんだね。そういうことか。ごめんごめん。あれ、マキル前もって、結構印象深いリスナーさんだから、あれってマキルフォローしてたよなみたいな。なんで今更フォローしたんだろうと思って。うん。そういうことか。ツイッターアカウントは持ってなかったのか。そういうことね。あー、なるほどなるほど。俺フォロバとか嫌いだもん。だってさ、タイムラインめちゃめちゃになんのよ。前ね、1万5000だか1万6000ぐらいフォロワーがいたのよ。その時全部フォローバックしてたの。1万6000フォロワーのフォローバックしてて、タイムラインめちゃめちゃだよ。1分ごとにずーっと更新され続けんの。で、もう読めるもんじゃないのよ。もうみんな好き勝手書いてるから、どうでもいいことを。読みたい記事が読めないのよ。この人フォローして、この人の読みたいのにっていうのが読めなくなるから、だからもう絶対やらない。もうフォローする人は限られた人だけ。知り合いとか、スタッフさんとか、まあ、たくみさんとか、ね、付き合ってる人とか、例えば、ロハコさんとか、リアルな友達とか、そういう人しかもう、フォローしない、俺。うん、もうめちゃめちゃになるんだよ、タイムラインが。読みづらい、読みづらい。だから、フォローバック用のアカウント作ったけどね。フォローバック、数合わせたい人がいるから、じゃあ、こっち側のアカウントフォローしなくていいよ、つって。もう、高光っていうサブアカ使って、うん。そしたら数合わせできるな。俺がフォローすればいいだけだから。そしたら今度そっちもフォローバックしてくるから数合わないってクレームくんだよね。もうわけわかんないよ。変な世界だよな。見たいものだけフォローするのがツイッター。そうだよね。だからリスト機能が出た時に俺ツイッター終わったなって思ったもん。リスト機能っていうそのフォローバックする人用のなんか新しい機能ができたんだけど、要はこっちで整理してくださいみたいな。使いづらい使いづらい。フォローの意味を分かってないんだよ。もうなんか同調圧力とか嫌いだよ俺。足並み揃えるのとか、うん。フォロワー増やしたいんだったら面白いフォローを増やすべきじゃん。あと本当に付き合いをすればいいわけじゃん。何なんだろうね。参っちゃうよ。面白いツイートしてたらファンが増えると思うんだけどな。気持ち悪いよね。なんでフォロー外したんですかとかもすごい嫌だ俺。つまらねえからだよって。面白かったらフォロー外さねえよっていう、うん、面白かったら勝手にフォローするからっていうさ。だってさ、俺にフォローバックされて嬉しいとかいう感覚はわかんないもん。誰々さんにフォローされて嬉しいとか。お、ペニーさんだ。ペニーさんお疲れ。花火ありがとう、いつも。安彦さんお疲れっす。なんか、その、有名な人にフォローされたいっていうのはさ、例えばフォローバックアカウントだったら、例えば金梅さんにフォローされたわけじゃないじゃん、それって。石川紀之にフォローされたわけじゃないじゃん。本当の意味で。ただ数字がプラスされただけじゃん。だからフォローバックアカウントにフォローバックされても本当の意味での嬉しさないはずなんだけど。そう、ペニーさんいつも花火くれるんだよ。謎だよね。すごい嬉しい。ありがたいよ、本当に。お金持ちなのかな。なんかうちのリスナーがいっぱいお世話になってるみたいで。ありがとうございます、ペニーさん。暑いな今日も。蒸すよ。早く北海道の方行きてえな。
エスケープしたい。暑い、東京。何そのアバター。これ?これね、ステッカー用に作ったの。かっこいいでしょ。ステッカーの素材。ちょっとまだ加工するけどね。このツインズっていうロゴを消して、あと髪の毛の上の方に白が残っちゃってるから、これを消す。細い作業だけど。この上の方も黒くするね。それか消しゴムで消して。整えたら終わり。ここに和道って入れようか。お腹のところに。かっこいいでしょ。ステッカー用の。ステッカーはこれかな?これじゃない。これか。これがステッカーの。かっこいい。ステッカーの、これがステッカーなんだけど、これの素材に作ったの。これはね。これは素材。あ、こっちじゃない。これは素材ですね。ありがとう。かっこいいって言ってくれて。こういう、なんか、フォトショップでいろいろ遊ぶのが好きなんですよ。フォトショップ遊びだ。どうやって見れるの?携帯だとどういう風に見えるの?見てみようか。みんなはどういう風に見てるんだ?意外と器用なんだよね。こんな感じで見えるんだ。こんな感じなんだね。じわじわ、そうだね。あのね、正直ぶっ飛んで面白いタイプじゃないんだよ。自覚もあるんだけど、ゆっくりゆっくりハマっていくタイプだと思うよ。本当に。うちのリスナーさん長いんだよ。本当でも一回ね、ハマったら離れない。そう。最初すごい誤解されるけど、なんだろう。深夜番組っぽいノリだよね。ゆっくりゆっくりハマってくっていう。なんつうの、じわじわと、うん。俺も自分でそんなに面白いタイプだと思わないもん。受け、ドカンって取れる。花があるタイプじゃないんだよ、ね。だからなんかラジオ終わりに聞き流すのが一番いいと思うよ。自宅で作業してる人。なんか株とか FX でやってる人は結構多いの。主婦とか。そうそうそう、ハリ地獄タイプかもしれないね。なんか息は長いと思うよ。鼻はあるか鼻はない。バーの配信も面白かったよね。なんだかんだね。放送スタイルはあんま変えたつもりないんだけどね。なんかどっか変えたとかそういうつもりはない。あんまり変わってないような気はするんだけど。でもなんか最近キャラクター変わったよねってよく言われるけどね。そうかな。そう、じわじわ系だね。だからアメリカ人も同じタイプだと思うんだよ、俺は。アメリカ人も全く同じタイプだと思う。マズさんもすげえキャラ変わったよな。怒鳴ったり喧嘩ずつしてた。あのね、それはね、予算はにわかリスナーだったから。要は、閲覧が伸びてる時に人って来るじゃん。あ、なんか盛り上がってんなとか、ランキング上だから、あ、初めて見るわって来るじゃん。その時は怒ってる時ばっかりだったの。で、なんでかっていうと、俺喧嘩突配信したじゃないのよ、そもそも。なんでそうなったかっていうと、喧嘩突がかかってきたの。あの当時ニコ生喧嘩突流行ってて。レイニーとかアッキーとか、なんだっけ、なんか、
バンダナつけてるやつ。バンダナつうか、タオル巻いてる。なんだっけな。レイニーとか、アッキーとか。あと、なんだっけ、あいつ。タオルつけてるやつ。おう、水木ちゃん。今日も閲覧多かったね。あんな感じでいいと思うよ。見てたけど。なんだっけな。なんかいたんだよ。で、誰かからかかってきて、ボロボロに言いまかしたの。喧嘩突とか、配信の、そういうのを知らなかったんだけど、セフィーナルシストさんいらっしゃい。ファントム、ファントム。その辺がかけてきて、ボロボロに論破して、で、新人に論破されたからメンツが潰れたんだよ。で、いろんな奴がかけてくるようになったの。それを、もう毎回俺は嫌で、怒ってたんだよ。いやいやいや、全然全然。俺、水木ちゃんのファンだから。それで、いつも怒ってるイメージがついちゃったの。要は、大手が閲覧持ってきてっていう。そう。俺は、できれば普通にリスナーさんには楽しんでもらいたいけど、マナーを守らない人は普通にブロック入れちゃうよ。だってさ、今200人と相手してんだよ。リスナーさんから見たら、俺と和道の対話だと思ってるかもしんないけど、そうじゃなくて、生放送ってあくまでリスナーさんがありきなんだよ。俺が面白いかどうかじゃなくて、リスナーさんがいないと俺は表現ができないの。だから、場の空気を乱す人っていうのは俺はブロック入れちゃうよ。だけど、まあそれに気づいてもらえて、今度から楽しめる人もいるから、だから月に一回ブロックは解除するようにしてる。もしくは DM でごめんなさいって来る人は、DM とか LINE でごめんって悪乗りしすぎたわとか、ちょっとごめんなって来る人はブロック入れないよ。うん。ギラギラしてた。昔は低燃費とキスぶちまかしたり、ぶっ飛んで好きだった、あの時も。あの時は、まあ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 、俺も楽しかったよね。今は結構、よく言うんだけど、昔はトップギアにガッて入れてブレーキを全部外してたの。だから荒野みたいな感じだよね。もう空気読まないで、もうアクセルだけ踏み込むみたいな配信をやってたんだけど、今はね、何ギアに入れたら面白くなるみたいなのにこだわってるかもしれない。要はいつもトップギアだとトップギアばっかりを求められるから辛くなってくるのよ。だシフトチェンジを覚えたんだよ、多分。うん。うなちゃんは永久に解除しないよ。まあ、それは人によって違うからさ。うん。ゆくとさん、バガ3つありがとう。まあまあ、ブロック解除しても見に来てくれたのは嬉しいよ。セフィナルシストこれからもよろしくね。うん。バガありがとう。スバニアなんかブロック多すぎて閲覧少ない。まあまあ人によっていろいろあるから。でもまあうざかったらまた入れるから。人の放送を荒らしたらダメだよ。うん、自分の放送を荒らされたら気持ちわかるよ、うん。一生懸命喋ってる時に別の話ばっかり、俺のコメ読め、俺のコメ読めっていう人とかも嫌われるよ。まあセフィナルシストがそういうタイプかどうかって話じゃなくてね。そりゃそうでしょ。200人の観客がいるんだから、うん。アイテム書きます。ありがとう。うん。もしよかったらフォローしてね。うん、俺、ジャック・ダニエル好きじゃねえんだよとか笑った。いや、なんか、そうなんだよ。放送独特のノリがあって、例えば俺、リスナーさんからジャック・ダニエルのパーカーがまず送られてきたの。で、それ、パーカーが送られてきたのは、ジャック・ダニエルのデザインはめちゃめちゃかっこいいっていう話だったのよ。お酒のボトルのデザインはかっこいいよねって。服にしてもかっこいいよねってボソってつぶやいたら、一週間後ぐらいに、和道さん服持ってないから、ジャック・ダニエルのパーカー着てって、今でも持ってるんだけど、大事に着てるんだけど、うわ、ありがとうってなって、ジャック・ダニエルのパーカーばっかり着て配信してたら、なんだお前、ジャック・ダニエル好きなのか、生ポだから飲めないんだろうなって言って、ジャック・ダニエル2本、マサルさんっていうリスナーさんが送ってきてくれたの。俺がジャック・ダニエル大好きだと思って。で、俺は、リスナーさんからいただいたものは全部使いたい人なのよ。捨てたりとかしたくないの。だから、ずーっと飲みながら配信してたの。要は、それは、消化するために飲んでたんだよ。ある意味。お酒が好きなんじゃないの。普段お酒飲まないでしょ。だから、リスナーさんからせっかくいただいたから飲んでたら、残り少なくなっていくのも全部放送で見えるな。そしたら、マサルさんが毎月毎月送るようになって、家にね、トータル20本ぐらい、もうずーっとジャック・ダニエルが届いてるから、いつも飲んでるから、他のリスナーさんも、なんか誕生日とかにジャック・ダニエル買ってきましたって言って持ってくるようになっちゃって、すごかったよ。いや、多分ね、そこにあるかな、瓶だらけだったの。ジャック・ダニエルの空瓶だらけだったの。
あれはもうループで大変だった。うん。いや、そう、俺酒飲めねえのに、みたいな。それからだから、いつもニコ生の時はジャックダニエルこうやって加えながら飲んでるから、なんか酒強え、みたいになってたの。なんか酒豪みたいなキャラクターになってたの。和道さんとか石川さんは頭いいのわかるけど、荒野は今後その二人みたいにはなれないと思います。ね、荒野はタイプ的に金梅さん寄りになると思ってる、俺は。で、金梅さんになれるかどうかは荒野次第だね。金梅さんになれるかどうか。いや、20本だよ。しかも限定ボトルとか、こんなマグナムボトルとかもあるのよ。でかいやつ。こう、レアなやつ見つけたぞ、ヤフオクで落としたぞ、とか言って送ってくる。うん、いや、コーラじゃなくて、もう、ラッパ飲みしてたの。もう時間がないから。どんどん送られてくるから。いきなりね、怒って壁に穴開けたのは半年ぐらいかな。放送始めて半年ぐらい。うん。でしょ？だんだん分かってきたでしょ？だからそういう、その、なんでそうなってるのかとかを知らないで、こいついつも怒ってる。こいついつも酒飲んでる。で、しかも生活保護。で、俺がカミングアウトしてたから、そういうなんか悪い部分ばっかりを集められて、俺普段の放送こんな感じだったんだよ、本当に。昔から知ってる人は、いや、ワド昔からこんな感じだよって知ってるんだけど、にわかリスナーが、そういうところばっかりの時に集まってきて、なんだこいつ嫌なやつだなって言って嫌われていったの。うん。よく見てますね。観察力がすごい。俺ね、観察力と、こいつ伸びるっていう配信者を外したことが一回もないの。すごい有名だよ。あのね、閲覧一桁二桁のやつで、こいつ半年以内とか、こいつ三ヶ月以内にこうなるよっていうのを。あと、一番有名だったのは、ふわっちによっさんが来て、そっからニコ生勢が入ってきて、一ヶ月以内に起こるとか全部当ててるから。ね。みんなそうだよね。よっさんが今こう来て、よっさんから始まってニコ生勢が来て、ふわっちはこう伸びてくよって全部当たってるよね。で、パワーバランスがこう崩れてとか。そういうの得意なの。やばい人かなって思ってた。でしょ？ゴンタいらっしゃい。キャラだとしても昔も面白かった。キャラっていうよりも、だから、あのね、虚像を作られてくんだよ、リスナーさんに。リスナーさんがこいつはこういうやつだって作り変えることができるの。うん。まあ、あの時はあの時だよね。もちろん、その、自分なりのキャラクター像とかもあったけど、どちらかっていうと、でも俺は苦しかったよ。今、すごい、その、なんだろう。マラソンをやってる感覚。昔は100メートルダッシュをずっとやらされてる感覚だったけど、で、体力なくなって減らったりとかするんだけど、今は自分が持ってる引き出しの数とか、そう、どうやったらリスナーさんに受けるとか、もちろん100メートルダッシュもそこそこ早いんだけど、そこが売りじゃないよなとか全部分かってくんの。だから、その、1日10時間配信やるためにはこのテンポでやろうとか、こういうモチベーションでやろうとか。極端な話ね、あの、閲覧に左右されなくなったのがでかいと思う。例えば、閲覧30でも100でも200でも同じトーンで話ができるんだよ。うん。ゆめちゃん、こんにちは。まあ、今の方が、だから、あの、味が出てきたと思うよ。配信者として。うん。もう走る時期は終わったんだよね。炎上、ふわっつきてから一回もしてないと思うよ。ゆっくりゆっくりファンが増えていったと思う。うん、再評価されたのはふわっちからだね。あのね、コツがあるんですよ。みずきちゃん。それは、あの、これ和法って言うんだけど、コツがあって、これね、ベテラン配信者も大手配信者も仮想配信者も全部に通じる雑談配信者の黄金理論を教えてあげる。面白いリスナーさん、コメントをよく書いてくれる面白いリスナーさんを、10人集めたら、閲覧1000でも、閲覧10人でも、どっちでも、同じぐらい面白い放送ができるの。うんちくんおはよう。そう。面白いコメントを書く10人のリスナーさんがいたら、周りも面白くなるから。それを、自分の味方につけるの。なんでかっていうと、これね、みんな、うなちゃんまんとかの放送を見たら、200人、あの、1000人ぐらいが見てて、すごい数コメント打ってるから、あの、コメント全部さばいてると思ってるけど、違うの。面白い特定の人だけ拾ってるの。だから、実は、面白い人との会話が面白いんだよ。だからね、そういう、この人面白いなっていうのをキャラ付けしていくの。
そう。そうすると、そのキャラ付けされたリスナーさんも嬉しいから。そう。だから、共演者っていうのかな。を選ぶんだよ。この人はいいコメントくれるっていう。例えば、お弁当の配信してるんだったら、そう。今日は、その、どんな食材でやるのとか、その、説明したいのをうまくパンってはめてくれる人とかいるから分かってて。うん、そう。面白い人を、の固定のファン、固定でコメント書いてくれる面白い人。その面白い基準は自分で選んでいいから。そうするとね、人数多くても構わなくなるの。セコのチケット完売っすね。物販スタッフは中入れますよ。アキラさん。うん。あ、でもね、試合は見れないんだ。うん。物販スタッフは。うん。コメントありきだよ。あとは、その、一つの話題で5分喋れたらプロ。要は5分間1個のコメントで、そのことを喋れるようになれれば、ずーっとループで喋れる。5分間の間に新しいコメント、面白い話題が来るまで待てばいいから。喋りながら待つのよ。例えば、ジャック・ダニエルっていう振りがあった時に、ジャック・ダニエルのエピソードをどれだけ語れるか。で、嘘でもいいの。面白かったら。だから、ジャック・ダニエル、飲んでたねっていうコメントに対して、俺は、まず、パーカーの下りから引っ張り出してきたの。で、パーカーの下りから引っ張り出してきて5分喋ってたじゃん。だから、リスナーさんが、ジャック・ダニエル飲んでたね。うん。飲んでたよ。ってなっちゃうの。仮想配信者はこうなっちゃうの。わかる？じゃなくて、その、頭の中でジャック・ダニエルのことを全検索して、5分のストーリーを、そう、アドリブでうまく喋れるようになったら、いいのよ。休みだったら物販スタッフやりたかった。そっか、ありがとう。セフィナルシスト、風船ありがとう。ジャック・ダニエルさん、こんにちは。和道だわ。ジャック・ダニエルじゃないわ。そう。だから、1個の話題で5分喋れるようになるっていうのはね、雑談配信者の、もう、基礎練みたいな感じかな。いや、先生と呼んでいいよ。ティーチャーって呼んでいいよ。いや、あのね、うちのリスナーさんは、どちらかっていうと、他の人と、あんま見る、あのね、大手配信者のくくりじゃないの。和道リスナーなのよ。完璧な。この200人って。だから、他の配信者の大手とかあんまり興味がないの。だから、固定の客なんだよ、実は。固定客なの。で、俺が仲良くしてる人は見に行くっていうタイプだから、メインを俺に主軸にしてくれてるから離れないの。だから一回ファンになるとずーっとロングで見てくれんの。俺が経営やってる頃からの、これは理念なんだけど、ヒット商品はいらないんだよ。ロングリピートセラー商品。ロングリピートセラー、ロングセラー商品なんだけど、さらにリピートしやすい商品が一番売り上げやばいの。ヒット商品って、いくつもあるんだよ。たまごっちとか。あと何がある？たまごっちがあるでしょ。あと、そうだな。ヒット商品で言ったらたまごっちでしょ。で、たまごっちとかがあるじゃん。で、たまごっちは、一回しか売れなかったんだよ。わかる？ね。だからたまごっちじゃないの。俺、うまい棒がいいの。たまごっちより。どれは、見下り、え？産業班ってキーワード1時間以上喋ってた。見下り、え？産業班？うん。うん、ありがとう、水木ちゃん。風船ありがとう。もうバーやってないけど、旅終わったら一緒に店やろうっていうリスナーさんがいるから。多分、旅から終わったら、店は出すと思うけど。あんまりね、でも今店やりたい気分じゃなくて会社やりたいんだよね。うん。俺は今会社がやりたい気分で、障害者が働く施設を作りたい。うん、岡山行ってほしいな。岡山ね。なんかね、でもね、彩香は俺にマジで惚れちゃってるから、良くないと思ってる。その、のんちゃんも嫌な気分するだろうし、彩香にとっても良くないし、俺にとっても良くないから、やっぱりそのファンとして会いに来てくれたら喜んでさ、ハグとかできるけど、一緒に酒飲んだりできるけど、セックスしたいって言われたら困るもん、俺。若い女の子に。責任取れないもん。そういうのはね、ドレさんとやってもらいたい。俺は。おい、うさぎ番長いらっしゃい。あ、うさぎ番長ね、俺ね、この前放送もう一回見たんだけど、お母さんに顔似てなかったわ。うん、大丈夫。うさぎ番長の方が美人だった。
俺、うさぎ番長、お母さんに顔がそっくりだから嫌いって言ったの。嫌いっつうか、性的に受け付けられないって言ったんだけど、全然お母さんより美人だった。お母さんと全然顔近かった。びっくりした。バッチリメイクだったのかな。全然違うじゃんと思って。ガリガリ君とかね、ロングセラー商品。やみつきになるような放送したいし、配信って何なのかって言ったらね、アルバムなんだよ。要は、リスナーさんからすると、あの時ああなったねっていうさ、自分の人生と和道の放送、俺何歳の時にあれ見たよっていうさ、アルバムみたいなもんだから、俺はもう放送やめる気ないから。今後伸びると感じる配信者は誰ですか？俺はね、さっき言ったんだけど、この水木ちゃんっていう配信者は、伸びるとは思ってるけど、ブレイク、大ブレイクはしないタイプだけど、着々とファンをつけていくと思う。で、同じタイプはアメリカ人。で、荒野は、行くか行かないかちょっと微妙なところ。正直言うと、ヒカルくんも金梅さんも可愛がってるけど、あの二人って飽きるから、最後まで荒野の面倒を見るとは思えないの。なんだかんだ自分の放送がやっぱ配信者メインだから、いつまでも荒野とビタビタっていうイメージはない。だから荒野が、捨て頃の後って人いなくなるじゃん、東京に。テルジャンピンもいなくなるから、疎遠になってくのよ。今イベントがあるから新宿に集結してるから、大手と絡みやすいだけで、旬なだけなんだよ。旬。荒野は旬なの。ただ、本当の、モンキー D ルフィみたいな、スーパールーキーになるかどうかはこれからだと思うよ。で、正直言うとね、荒野は閲覧あるけどファンがいないんだよ。今。荒野のファンっていうのは少ないの。だからそこをね、荒野ができるようになったら俺は荒野爆伸びすると思うよ。大手になれる存在だと思う。ドレさん飽きてきたね、ちょっとね。ドレさん飽きてきた。みんなね、やっぱり集まってきてるんだよ、イベントがあるから。最後まで見てほしい。そう、みんな大人だから。要はピンの放送で500人集められるかっつったら微妙なところだよね。で、荒野にアイテム投げたいって思うかっつったら微妙なところなんだよ。そこなんだよね。荒野はそれとの戦いだから。食ってかないといけないから。プロになるんだったら。ドレス、俺もね、実はね、ドレさん飽き始めてるのそこなんだよ。ドレさんの売りはそこじゃないんだけど、閲覧が取れるから、要はね、キレゲーを始めたの、最近。要はね、俺は別の表現したんだけど、ズバリよと一緒なの。キレゲーは閲覧取れるんだよ。だけど、ファンをね、良質なファンがね、コメントロムっちゃうんだよ。で、閲覧取れるから、佐野とのバトルやってるけど、あれはね、ドレさんの魅力が半減するんだよ。俺はあそこ淡々とやってるドレさんが好きだったから。まあ、しょうがないんだよな。閲覧も正義だから。正直言うと。でも俺は正直、今まあ稼げてるし、結果が出てるから、それで正解なんだけど、俺は正直自分の好みの配信者ではなくなっちゃった。でも、ドレさんはそれで有名になったし、閲覧も取れるようになったし、配信者として着々とスキルを覚えていってるんだよ、今。だから、要はね、もう波っつうかね、その辺ゴロゴロいる大手配信者と変わらなくなっちゃったんだよ。俺からすると。もっとね、アダルティーで、もっとコアなファン。要は、今まで困ってたファン層をちゃんとゲットできてたのに、もうね、普通の大手配信者って感じ。そう、ストレスになるんだよ、俺とか。コメントしづらいんだよね。だからもう俺は多分そろそろドレさんのフォロー外しちゃうと思う。絡みづらいちょっと。そう。なんかね、怒ってる怒鳴り声聞いてるとアンチに対して言ってるの分かるんだけど、自分が言われてるような気になっちゃうんだよね。聞いてる方からすると。でも、閲覧は伸びるじゃん。でもね、そこで集まるね、リスナーってね、たかが知れてんだよ。そう、キレゲー残念なんだよ。そこをね、大人っぽくかっこよく返してほしいの。俺は。何々くん、それ違うよって。この放送5分見てごらんって。俺の魅力わかるからって言ってくれればいいんだよ。でもね、あれね、わざとやってんの。ドレさんはわざと閲覧取れるからキレゲーをやってるのよ。
そう。ドレさんの良さ、そう、経験値と包容力とジェントルマン、そう、そこなんだよ。そこがね、誰もできなかったジャンルなのに、見事にやってのけたのに、もったいないんだよ。だけど、しょうがないことなんだよ、これ、食っていくことを考えたら。食っていくことを考えたらしょうがない。うん、もったいないよね、うん。今までいなかったタイプの配信者だったから、俺はすごい逸材だと思ったけど、やっぱり配信に飲まれてくんだよな。もちろんプロレスだって理解してない層がついちゃってるんだよ。でも俺らはさ、そのプロレスはもう、ぶっちゃけプロレス上手いの、ウナとかが抜群に上手いんだよ。そこに乗っかってほしくないんだよね。要、なんつうんだろう。常識人でいてほしかったんだよね。ドレさんには。アイテム増えてる。爆発的に増えてる。今ね、40-50万稼いでるよ。うん、おー、ありがとう。安彦さんからお給料いただきました。花火ありがとう。今月分ありがとう。サンキュー、安彦さん。ありがとう。花火ありがとう。でも、その、食っていくこと考えてもそうだし、配信者としては間違いなく正解なことやってるから、俺が口出す問題じゃないと思ってる。俺が、あー、ありがとう、マキル。バカありがとう。言いたいこと多分ね、昔のドレさんのファンは一緒だと思う。うん。正直ね、300人超えたあたりからね、おかしくなった、ドルさんは、うん。で、ドルさんはね、正直今ね、俺よりも実力が上だと思ってる。内心。それを出さないけど。正直、ドルさんは、今、ユイガさんとか佐野と並んだって感覚だと思うの。言わないけど。でもね、俺からすると違うんだよ。はっきり言って、同じことやったら俺、それ以上に閲覧取れるの、ドルさんより。でもなんであえてやらないのかなんだよ。そう。あれはだからスーパーサイヤ人のトランクスをやってるの、ドルさんは今。トランクスが筋肉ムキムキになってセルって、俺はこんなに強い父さんを超えたっつって、ムキムキになった時に違うって言われたでしょ。ベジータはもっと強いんだ。お前がやってることできるんだよって。でもあえてやってない。スピードが落ちるんだっていうのと似てる、すごく。ドルさんはね、今はそれでいいんだけど、ゆくゆく多分ね、3年後ぐらいに多分改良すると思うよ。2年後、3年後ぐらいに。うん。うん。同じことやったら、その、バカず踏んでる中堅は同じことできるの。でも、そこ、得策じゃないよっていう。あんなにね、知的な話をできる配信者はほんと稀有な存在だったんだよ。ふわっちの先月の売り上げを今ここで俺に言えっていうの。おー、アンズさんいらっしゃい。ドラゴンボールわからないからサザエさんで例えて、難しいな。ワカメちゃんのパンチラが、提灯パンツだからエロくないのに、ワカメちゃんがティーバッグを吐き出したぐらいの、違うよ、ワカメちゃんっていう感じかな。ワカメちゃんは、パンツ見えてるんだけど、こう、ふわっとした、提灯パンツ履いてるからエロくないのに、ワカメちゃんが色気づいてティーバッグ吐き出して、なんか閲覧伸びてるんだけど、俺らは違う違うっていう。そういう、なんか、間違え方をしてるっていう方向性が、こう、確かに面白いんだけど、違うんだよっていう。余計わかんなくなった。うん。
あのね、荒野みたいに一気に人気が出たり、どれ見たく長く数をして下積み積んだり、違いが出てくるのはなんで？基本的に言うよ。あの、これ配信やってる人にはもう奥義なんだけど、基本売名なんですよ。配信の本質は。配信の本質は売名なの。ただ、その売名のやり方のうまさと下手さがあるの。要は、もう昔だったら、どの枠でも、ちょっと面白かったら人が集まってたの。面白くなくても人が集まってた。それは、配信者のパイっていうのが50人に対してリスナーが5万人いたからなんだよ。わかる？需要と供給のバランスが崩れてるから全員大手になれたの。だから、昔の有名配信者って全員キャリアが古いだけなのよ。あ、みんな面白いから古いと思ってるけど、これ間違いなんですよ。キャリアが長ければ長いほど大手なの。実はね、このトリックって、お、うんちさんまたね。うんちくんまたね。でしょ？キャリアがただ長いだけなの。さっきも言ったけど、椅子取りゲームだから、減らってやめた大手がいなくなったら、この大手のポジション、下からこうグッて変わるだけなの。入れ替わっていくの。だから長く居続けるやつっていうのは上に行きやすいの。その中で才能の話になんだよ。これは、みんなわかると思う、この理論。そう、先行した利益だけ。うん。で、長くやってると面白いことが起こるだけなの。つまり確率論なんだよ。神回って起こそうと思ってたりとか起こしてるんじゃなくて、ただ起きちゃうもんなの。初見さんいらっしゃい。うん。で、なんで違いが出るのかっていうのは、なんていうのかな。ほんとね、変な言い方だけど、気持ちだと思うよ。配信者がどこ行きたいって。うん。例えば、ワンタロウっていう配信者めちゃめちゃ面白いし、サメさんも面白さ認めてるし、俺も認めてるの。ワンタロウめちゃめちゃ面白いし、あいつ、ほんとだったら中堅行けるんだよ。今。実力的。ただ、ワンタロウが大手に興味ないです、閲覧興味ないですって思ってるからダメなの。だからカメラ回ってない時のワンタロウとかめちゃめちゃ面白いの。エピソードがいくつもあるの。例えば、この前、配信者7人ぐらいで心霊スポット行って通報されたのよ。で、その時やった企画っていうのが、俺が、その廃墟のラブホテルにみんな隠れて、俺を脅かすっていう企画だったの。で、俺が入って、アメリカ人にわーって驚かされて、うわーって言ってる時に、警察が来て、俺カメラ止めたのよ。あ、もうダメだと思って。そしたら、奥の方でカメラ止めた瞬間に、ワンタロウは、警察官に向かって、わーって言って、警察官に警棒でカシャンってやって、わざねえこの野郎つって、ボコされそうになってたの。で、すいませんすいませんつって、あんなてめえこの野郎つって、警官にめちゃめちゃ怒られてたりとか、もう、神回じゃん。超面白いじゃん。絵面的に言ったら。っていうぐらい持ってないんだよ。そういう感じ。向上心なんだよ。最終的に言ったら。荒野がキチガイするのやめ始めたよね。もうダメだな、じゃあ。売名ミスったら命取りなのは俺が典型例だね。あ、フグちゃんは、ホープさんさん。フグちゃんは闇将軍と全く同じパターン。本来もっと閲覧が取れるはずなのに、要はコミュ爆破をするタイプ。天然なんだよ。あと、超面白いエピソードがあって、俺とワンタロウの話だよ、今度。今のもワンタロウのエピソードなんだけど、俺、こうやって言ってたかな。今のワンタロウのエピソードね。ワンタロウが持ってないって話なんだけど、俺がね、このリュックを買ったの、旅配信の時に。で、これ2万7千円するリュックなんだよ。で、配信外の時に、あいつも旅配信者でリュック持ってるから、俺が、ワンタロウに説教してたの。お前よ、旅配信するならよ、これくらいいいバッグ買わねえとダメだよって。このバッグはよ、リスナーさんに教えてもらったんだけど、こう、体重をさ、分散するんだよ。で、イギリスのメーカーで2万7千円してさ、ポケットいっぱいあるし、ここ腰ベルトで止めるから、全然負担にならないんだよ。お前も旅配信者だったらよ、いいリュック買えるようになれよ。つったら、ワンタロが、はい、和道さん、僕も和道さんみたいにいいリュック買えるようになります。頑張りますって。だろつって、俺もう気持ちよくなっちゃったから、20分ぐらいよ。おい、ワンタロって、お前だから、リスナーさんからよ、リュック買ってもらえるぐらい俺みたいになれよ。つって、はい、俺も和道さんみたいになりたいっす。頑張りますって。お前何リスナーさんからそれリュックもらったのつった。はいって。あ、そっかーって。お前もリスナーさんからリュックもらえるようになったのか。頑張ってんじゃんみたいな、こう、うざい兄貴くだりを20分ぐらいやったの。配信外で。
結構もう俺気持ちよくなっちゃってて。で、ワン太郎に自慢してたの。ところでさ、ワン太郎さ、お前のリュックいくらすんだよって言ったら、ワン太郎が気まずそうに、5万円です。で、もう俺もう恥ずかしくて恥ずかしくて、マジかと思って。こんなに恥ずかしくて面白い話ないじゃん。もう、あ、もう顔真っ赤になったよ、俺。もう顔、うわ、はずえと思って。やばいやばいやばいと思って、おーっつったけど、お前なかなかやるな、みたいな。めちゃめちゃ面白いじゃん、その放送でやってたら。そういうのがね、ないんだよ。そこはもうワン太郎カメラ回ってる時にやろうよっていう。いや、ワン太郎いいやつだし、面白いんだよ、そういうところが。それを、配信者だったら、温めるの。絶対ネタ帳に書くんだよ。で、俺とコラボした時に、和道さんのリュックいいっすねって振りをするの。わかる？そこで5万円ですって言わないで、あ、まあまあまあ、みたいな感じで置いといて、俺だったら、コラボでここに座ってる時、和道さんのリュックいいっすねってわざと振るんだよ。そしたら俺も、あ、あのくだりかって言ってやるじゃん。その時に、同じことやって、5万円ですってやった、やるんだよ。それをね、ワン太郎はやらないんだよ。ネタにしないんだよ。いや、面白いでしょ？こういうエピソードがワン太郎いっぱいあるんだけど、それはね、やっぱりね、配信に生かそうっていう気がないからの。プライベートで面白いやつで終わっちゃうんだよ。いいやつで終わっちゃうの。だから俺も鮫島さんもそこもったいないって言ってんの。ワン太郎に。お前配信者でもっとやっていけるし、伸びるんだから、気持ち入れ替えてけってずーっと言ってる。俺も、鮫島さんも。そうなんだよ。ウェイ系の大学生みたいに思われちゃってんの。全然違うやつなのに。欲がないんだよ。もうだからゆとり世代の典型的なやつなの。典型的なゆとりなんだよ。欲がないの。いいやつで終わっちゃうんだよ。面白いのに。いっぱいあるんだよ、そういうの。ねえ。もう、ねえ、だってさ、俺なんてこういうエピソードをネタにしてるわけじゃん、まさに。もう今の恥ずかしい話もさ、ああ、ワン太郎ありがとうって、もうネタ帳に書いてるわけよ。心のネタ帳に。これだって結構ね、使うもんね。多分ね、ワン太郎はこのエピソード話してないんだよ。これワン太郎目線で聞きたいじゃん。いや、和道さんめちゃめちゃ恥ずかしい人だわって言うじゃん、普通だったら。配信者だったら絶対やるの。その日の放送で。いや、和道マジきついウザ絡み聞いてって。あの時の顔とか言うはずなんだけど、ワン太郎いいやつだからやらないんだよ。言わないの。そう。配信者だったら絶対やるんだよ。そう。もったいないんだよな。でもまあ、だから、その、なんだろう、配信って結構やっぱみんなネタのストックすごいんだよね。そう、貶めたくないっていう。でも逆なんだよ。俺も美味しいんだよ。要は配信者になるとわかるけど、要はそこがプロレスなんだよ。要はネタにされた方が面白いし、そんなことでは起こらないわけよ、本当は。だから普通のリスナーとかじゃなくて一般人の目線なんだよね。いい子なんだよ、ただの。だいじってもらいたいし、こすってもらいたいところじゃん、そこは。あの子はね、キチしろっていうわけじゃなくて、要は、配信者だったらそこは、こうするだろうみたいなのがないんだよ。面白いエピソードが腐るほどあるのに。ただのいいやつで終わっちゃうんだよね。だから、配信者のからは嫌われないんだけど、伸びないの。そう。いじられるのは美味しいよ。名前呼ばれてなんぼなんだもん。だって、荒野だって今閲覧いくつよ、今リアルタイムで。あんなさ、あんだけ、286人だった 俺より多いじゃねえかよ。まあ、やるな、あいつ。なかなかやるじゃねえかよ、荒野。まあいいや。荒野の話今してないから、続き行こう。
いや、もうまさに今まさに、5万円の下りと全く同じことをやってしまったよね。なかなかやるな、あいつ。まあいい、まあいい。俺より全然多かったけど。まあまあ、やるじゃねえかよ。わかる？みんな、今違うよ。俺は天丼っていう高度な技を見せたんだよ、今。天丼の変換バージョンっていう、配信者としてすごいスキルの高い技を見せたんだよ。ただの天丼は擦るだけだけど、同じネタを。キャラクターを変えて天丼をするっていう、その、前振りだったから、ワンタロウが。初。すごい、高等技術だよ。クロスカウンターみたいなもんだよ、今の。生で見れたわ、配信者の高等技術。話術。はずいな、ほんと。違うんだよ。俺が見たときは、ふわっちのトップ画面では86人になってたの。で、更新ボタンを押したときには、俺はもう、荒野いくつだよって言っちゃってたのよ。で、更新ボタンを押した瞬間に286って、200人増えてたの。俺がこの10分ぐらいその更新ボタンを押さなかったら増えてたんだよ。やべえなと思って。もう305人だし、ふざけんなよ。まあ面白いよね。荒野は、俺の放送が好きな人は多分荒野の放送はまらないと思うのよ。あ、声の良さはね、大事なんですよ。良さ。ドレさんは声質がいいの。ね、実を言うとね、配信で雑談配信者に伸びてる人は声の質がめちゃめちゃいい。ラジオでも聞けるいい声をしてる。実はね、俺が伸びないのはね、声が悪いんです。そこはね、すごいコンプレックスなの。うなちゃんマンなんかめちゃめちゃいい声だからね。あれ。天性の神様がプレゼントしたような声だよ。実はね、配信者は声がいいんだよ。そう、聞きやすさがあるっていうか。俺はね、アナウンサーとかに向いてる声質なんだよ。あ、違うの。声の質が、これ研究、倍音っていう研究があって、整数字倍音とかあるんだけど、これね、小泉さんとか政治家とかもそうなんだけど、田中角栄とかもそうで、田中角栄とか小泉さんとか美空ひばりってなんであんなカリスマ性があるか。カリスマ性のある人の声って、倍音って言って、我々は、とか。こういう声質って、実は、きついことを言っても、すごく聞き心地がいいの。って。要はね、リコーダーと尺八の違い。尺八とか、自然音に近い音がするの。倍音が多いと。だから、そういう声を持ってる人っていうのは、人に好かれるの。天竜とかもそうなんだけど、とか、こういう声が混ざるっていうか、こういう声だと、こう、マイルドに聞こえるっていう。ね。で、俺の声っていうのは、クリアトーンで、ストーンって抜ける声なのよ。要は、リコーダーに近い音は、ピーっていう声なのよ。綺麗に。だから、その、内容をストンって伝えるのは得意なんだけど、人間味とか愛情とか深みとか、喜怒哀楽みたいなものが乗っかりづらい声なの。そう。だから感情がこもってないから、ニュースとかに向いてるの。解説とかに向いてる声なの。初見さんいらっしゃい、マリモさん。はじめまして。もしよかったらフォローしてね。そう。土日は癒しのラジオ配信してます。それはどう思いますか？いいと思う。いいと思う。いいと思うよ。固定の企画と固定の時間で固定の企画をやるっていうのはすごい当たりな発想だから、すごいいいと思うよ。初見さんいらっしゃい。和道さんにはにじみ出る詐欺師感がどうしても拭えない。これ聞いた後輩売られるんだろうなって。実はね、よさんね、俺詐欺で捕まったから詐欺師って呼ばれてるけど、実は俺中学生の頃から詐欺師っぽいって言われてたの。なんかその独特のうさんくささがあるって言われてたのよ、キャラクターとして。だからね、中学校の頃から詐欺師って呼ばれてたの。なんか詐欺をしそうとか、
こいつ壺売ったら売れそうって。で変な話なんだけど、俺壺とかここにあるコップとかを300万で売る自信があるんだよ。冷たく感じるの。そう、感情がこもってないから冷徹な感じがするの。だからそう、冷たく感じるっていうのはすごいいい表現だ。そこがね、俺は悔しいの。感情を込めるのが苦手なんだよ、言葉の中に。グッっていうパワーが出ないの、言葉の中に。だから内容は分かりやすいんだけど、ストーンってね、抜けちゃうんだよ、感情がないから。俺はツボ売る自信あるよ。だって冷静に考えてみろよ、お前。ステッカー1000円で売ってて売れるんだぜ。詐欺師だろ。ステッカー1000円で売ってる配信者いるか？他に。みんな500円とか200円とかだよ。俺だけだよ、1000円で売ってんの。喜んで買っちゃうんだから。俺がステッカー何枚売れてると思ってんだよ。1000円だよ。で、買いたい買いたいって言ってもらえるんだよ。詐欺師だろ、これ。うん、これ第2弾ね。よろしくね、みんな買ってね。うん、はい、和骨、和歌いらっしゃい。うん。いや、だけど、俺はそういう能力はあると思ってる。はい、松といらっしゃい。うん。パルパルも1000円なんだ。うん、ニコ生から見てなくて、まさか久しぶりにワドさんの配信見つけられたから公園とババアでスパーリングしてるから変な人うるせえよ、うん、あのね、デザインはすごい褒められてるね。デザインはすごい褒めてもらってて評判良くて、これが第一弾だったのね。これはあのライブハウスのスタッフパスをイメージしてんのね。あのだから布製のステッカー、いやこれ自分で全部デザインしてる。昨日作ったんだよ、あの新しい方は。こういうデザインなのね。だから角が丸く加工されてて、だって他の人よりも原価かけてるもん。こだわりがすごい強い。ほらキラキラのサテン生地って言って布製なのよ。かっこいいでしょ。だからあのね、普通の人のステッカーの原価3倍4倍どころじゃないよ。いくらぐらいだったっけな。原価が1枚これくらい。5倍だな。うん、普通の人の5倍は原価かけてるよ、うん、だからすごく、あ、実際いいって言われる、かっこいいって。これ iPhone 俺が6 Plus なんだけど、そこにも全然貼れるからね。 iPhone にもちょうど貼れるぐらいの大きさだから、うん、そうそう、デザイン結構褒められてる。そうそうそう、ライブハウスのバックステージパスみたいなイメージで、今度からは固定のデザインで行くんだけど、俺が昔子供の頃カード出すっていうのをすごい集めてた記憶があって、カード出す大好きだったから、ドラゴンボールのカード出すみたいなイメージで作ったのがこれ。あのナンバリングが振ってあって、セリフがあって、解説がある、でロゴが入っててキャラクターの絵がある。だから今回は捨て頃をイメージして、その捨て頃カードっていうで、ナンバーが振ってあるから、その毎回シリーズでなんか旅企画のやつも作ろうかなと思ってて、これが、2枚目のステッカーで、こっからはどんどんこのシリーズが増えていく。もう1枚作ろうかなと思ってたんだけど、今悩んでるんだよね。丸1日潰れるから、デザインするのに。写真撮影と写真の加工と、あとデザイン作るのに丸1日潰れるから、もう時間がないから、もう作るとしたら今日中。そうそう、こういうデザインだってさ、コレクションしたくなるじゃん、ファンだと。全部欲しくなるでしょ。普通のさ、バラバラのデザインだと買いたくなくなるんだよ。どれにしようかなになるんだけど、こういうのはナンバーが振ってあると一回買ったらまたリピートするんだよ。ここが和道の嫌なところ、詐欺師のゆえんだよ。しゃむじろう和道2、風船ありがとう。これはね、あの通販も始めますんで、あの捨て頃が終わったらネット販売始めて郵送でも送るんで、うん、だから、あの、もし欲しい人は、LINE で DM、LINE でメッセージください。うん、あ、俺は一生放送はじ、まあ、やめないよ。俺は、やめない、やめない。うん。詐欺師うまいな、やっぱ。いや、でも商売はマーケティングだから。うん。やっぱり1枚買ったら2枚買おうってなるでしょ。うん、フォトショップ、とイラストレーターだけど、俺はイラストレーターの方が好きなのね。ただ写真の加工、例えば、うん、ツイッターに全部写真上げてるんだけど、ちょっとじゃあ紹介しようか、加工の仕方を。ちょっと待ってね。ちょっと待って。まず普通に公園で写真を撮ります。ユニフォームを着て。
ここまで OK？ ユニフォームを着て写真を撮ると、ここまでは普通 iPhone で写真撮ってるのね。ちょっと待ってね、今紹介するよ作り方。まあ全然昨日放送してたんだけどね、作り方講座は。おはよう、ちょっと待ってね、今作り方教えてあげる、特別に。まずみんなも同じなんだけど、写真を撮ると。で、写真を撮ったら何をするかっていうと、じゃあこれでいこうか。写真を撮ったらね、今度は、ソフトでこういう風にね、削っていきます。グッズ T シャツになってるよ。T シャツになってる。のんちゃんの絵は T シャツで販売してるよ。プロフィール欄にあるから。カードナス入れ替えならんだよね。わかる。よいしょ。それがこれ。これね。わかる。こういう風に写真をくり抜くんですよ。画像ソフトで。わかる。こう、自分と境界線を切っていくの。消しゴムで消していくの、簡単に言うと。背景を。で、消し終わったらこういう風に、これ全く一緒なの分かる？ほら。全く一緒でしょ？今度、写真を切り抜いた後に加工をするんですよ。こういう風に。うん。でもさ、この写真だけだと味気ない素人っぽいじゃん。そう。それを、こう、エフェクトって言うんだけど、白黒にしたりとか、まあ白黒にするのにも、どういう風に白黒にするのかっていう。で、こういう素材を作るっていう。背景を消すって感じ。これは、まあ、緑に分かりやすく、その、どこがね、背景消してないか分かりやすくするためにしてるだけなんだけど。で、これをこういう風に加工すると。うん。で、そうしたら、あとはまあ簡単だよね。あとはまあ、その、イラストレーターでこういう風に作って、エフェクトをかけて、こういう。まあまあ一緒でしょ、うん、自分の好きなデザインに素材を当てはめるって感じね。まあ赤にするのか黒にするのかとか、自分でデザイン決めて。まあこれだけだよ、ただ。そんな難しいことはやってない。で、あえてその、自分がレトロっぽいデザインが好きだから、レトロにしただけで。ただそれだけだよ。便所太郎進行バージョン、うん、あれ面白いよね、うん、10日はまず投げ輪ツールで大きな輪郭を削るんですよ。でその後拡大しながら消しゴムで髪の毛とかをこう間とかを全部消していくの。だからそのこの素材を作るだけで多分 3,4 時間かかってるね。これがめんどくさいの。どんだけ拡大しても髪の毛すごいよ、ほら。わかる？髪の毛、すごいこだわってるのわかるかな？ちょっと待ってね。ほら、髪の毛の間も全部抜いてるでしょ、綺麗に。どんだけ拡大してもさ、ほら、髪の毛の間全部、細かーく、なってるでしょ。こう、ツンツン加減とか。これがめんどくさいのよ。これを綺麗にやらないと、かっこよくならなくて、素人っぽくなっちゃうの。これが非常にめんどくさい作業ですね。うん。ちまちま消してるね。もう手間暇かけて。だけどこの手間暇のおかげでこうやってその透過したいい綺麗な素材ができるから、逆に言ったらこういうのはさ、T シャツとかにも転用できるし、ポスター作るときとかサムネイルとかいろんなものに使えるから、こういう素材は生きてくるんだよ。ホームページにも使えるし、Twitter のサムネイルにしてもかっこいいし。だからこれだって思った素材は取っておくね。こういうものは。もしね、生放送でもこうやってキャラクター入れておけるしね。使えるんですよ。うん。すごいシンプルだよ。デザインはセンスだと思ってる、俺は。映画でも俺映像を撮るのすごい、自分でも上手いと思う。写真撮るのもめちゃめちゃ上手いのよ。インスタグラムとかに写真載せてたんだけど、お前なんか写真の勉強したのとかよく言われたんだけど、全くしてなくて、そこはセンス。
要はね、黄金比とかを頭の中で理解してるかどうかなんだよ。そうそう、使い回し転用ができるから、時間はかかるんだけど、後々生きてくるっていうか。うん。こういう編集の仕事の依頼とかって受けたりします？しないんですよ、それが。なんでかっていうと、自分のセンスなんですよ、これは。自分が好きだからできることで、ゆっくりゆっくり覚えていったの。技術を。独学なのね、これは。で、なんで仕事で俺はこれをやらないのかっていうところは一つあって、クライアントの作りたいものを作るのが嫌だから。要は、俺がかっこいいと思うものをとことん追求するのはいいんだけど、それを否定された時俺はイラッとくるのよ。でも、お金もらってる以上、ここをこう変えてくれって言われたら嫌なわけよ。だから俺は向いてないの。そう、仕事でやるには。自分が好きなものはいくらでも追求できるんだけど、ここをこういう風に変えてほしいって言って、あ、やっぱ前の方が良かったとか言われる、殺意湧くんだよ。おめえが変えろって言ったから変えたのによって。そう、だからできないの。人から仕事でデザインのものは受け入れない。だからどれさんにもやってよって言われたけど断った。めんどくさいって。うん。そう、自分がかっこいいと思うグッズしか作らない。うん。趣味ね。趣味っていうかまあ、うん、自分の商品しか作らないって決めてる。そう、クライアントに俺説教かますタイプだから。ダメダメ。商売の場合っていうのは、格好悪くてもクライアントが納得したら勝ちだから。そう、デザインがいいとか悪いとかじゃないのよ。クライアントがうんっていうものを作れるかどうかな。俺はね、そこはこだわりが強すぎるから無理だろうね、仕事でやるには。うん、いや、でしょ？デザイナーとかはまさにそこ、クリエイター系の仕事はまさにそうだよ。で、さらにウェブ系の仕事だとさ、ウェブデザイナーがいて、で、今度コーディングする人がいるんだよ。ここでも揉めるし、営業でも揉めるでしょ。もうぐちゃぐちゃだよ。クライアントはわがままだから。だから俺は、もう自分がかっこいいと思うものを、もう商品化する。で、かっこいいと思ったら買ってって。もうそれだけ楽だよ。クライアントも自分で選ぶし、俺のことかっこいいと思ってる人しか買わないし。ブランドなんだよ。ハイブランドなんだよ。和道っていうそのクリエイターがいるし。うん。そう。もう興味なかったら買わなくていいって。かっこいいと思ったら買ってくれで終わりだもん。俺の場合。ねえ。嫌だよね、若。だからこういう仕事を選んでんのよ。もうわがままでいいやと思って。そう。だからその代わり高いよっていう。世界に一個しかないものを作ってるわけじゃん。そう。俺が作ったものを作ってるわけだから。だから、商品に対する愛情は深いよ。Jさんはどつ？うん。東さんいらっしゃい。うん。まあまあまあ、しょうがないよ。仕事なんだもん、それが。俺はそれができないからこういう仕事選んじゃってんのも、配信者っていう、クズって、呼ばれる仕事選んじゃってるわけだから。まあ、クズはクズだよ。うん。ゴミクズだよ。ありがとう、水木ちゃん。また来て。いや、俺がイメージしてるのはブランド。うん。和道っていう、それは、ふかして言ってるわけじゃなくて、和道っていう名前をブランド化するのが俺の仕事だと思ってるから、ブランディング戦略はずっとやってるよ。和道っていう、自分を自身をキャラクター化して、どれだけ売っていくのか。どういう風にやっていくのか。で、ここにどう歴史を詰め込んでいくのかがブランドだから。だからブランドって割高なんだよ。だって、ユニクロで売ってる服の素材とさ、なんつうの。ユニクロで売ってる服の素材も、ドルガバで売ってる服の素材も、原価で言ったら100倍も変わんないよ。でも、商品にするとき100倍になっちゃうんだよ。500円で売っていいものが5万円で売れるんだよ。そういうもんだと思うよ。うん、報酬の額をすごい高く設定して、それでも依頼来るなら仕事するっていうスタイル。それでもいいと思うよ。うん。ある程度実力がついたりとかしてんだったら、それでいいと思うよ。
じゃないとやってらんないよ、クリエイターなんか。うん。いいんだよ、自分に客がついてきて、もう、仕事が溢れてきたら、もうバンバン単価上げていけばいいんだよ。それで客を選ぶようにならないとダメ。それが正しいビジネスだよ。うちはこれじゃない、この金額じゃないと動かないよって。もっと言うなら、金額で動かなくなったら勝ちだよね。じゃあ仲のいい取引先としかやってないからって言って。金じゃないからって。そしたら仕事が急激に楽しくなるよ。新しい成果できたよ。これから発注かけるんだけど、これだね。うん、これ。これがデザイン。これ。うん。どんな業界にも薄利多売すると数がどうしても落ちる。売れなくなるのも早いよね。売れなくなるのも早い。適正価格になってるんだよ、薄利多売って。だけど、そのブランドって何なのかっていうと、価値なんだよ。無形資産とか言うんだけど、要は俺よりもうまくこういう加工ができるやつなんか5万といるわけ。5万どころか、こんなの、初歩の初歩だよって、クリエイターだったら思うの。こんなの誰でも作れるよって。だけど、なんでそのクリエイターは、クリエイターよりも俺が優位性が高いかっていうと、俺が作ってるっていう価値があるの。俺がデザインしてるっていう。下手でもいいの。落書きでもいいの。俺がやったっていうのに価値を見出してくれる人がいるっていうところが俺の魅力なんだよ。俺の旨味なの。だから、普通にシール屋さん、シールが好きな人いて、ステッカー買いに行った時に、普通の人はこれ選ばない。なんでかっていうと、俺のこと知らないから。だからブランド力が発揮できない。だけど、俺のことを知ってれば知ってるほど、ここに対する思い入れが強くなるわけ。このステッカーに対する。だからそこに時間をかけてるから、その配信っていうもので。だから、俺の放送を見たことない人からすると、これはゴミクズなんだよ、このデザインは。だけど、俺のファンにとっては、俺が何描いても、線一本引いても、それはブランドなの。だから、俺は好きな絵を描くだけだよ。好きな写真を加工するだけ。それが無形資産ってやつね。ブランド力。ネームバリューとか言うんだけど。だからこのネームバリューをどこまで引き上げるかだよね。自分自身が。服の仕事してるけど、原価はブランド物も販売額からかけ 50% しても大体それ以下。名前にどれだけ出せるか。そうだよ。うん。で、本当は素材感とか全然違うんだけど、ハイブランドとか。目利きができる人間なんていないから。うん。金持ちが買うのって、恰幅がいいから買ってんだよ。見てない。うん。わーって、高いの買ってやるよっていう勢いで買ってるから、金持ちほど。そう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 。有名人のグッズと同じだよ。ただ、俺は、その原価が高いのもこだわりがあるのね。本当にいいものを売りたいと思ってるから、雑なステッカー屋さんとかに頼んでなくて、ちゃんとステッカー屋さんと打ち合わせしてるし、ネックレスもちゃんとこだわって作ったし、人に渡すものっていうのはこだわりは相当あるから自信持って売ってるよ。キッキさん、いらっしゃい。うん。あ、寝てる寝てる。うん。俺にはこだわりがあるの。うん。で、こだわっていいと思ってる。高くなってもいいと思ってる。その価値があるんだったら。うん。自分の仕事は価値。自分が納得できるもの。自分が欲しいものを作ることだから。だこの写真一枚撮るのにもすっげえこだわったんだもん。それこそのんちゃんにさ、後ろにいるのんちゃんに怒りながらさ、もっとこう撮れとか、こんなの俺じゃないとか、もっとかっこよくなるはずだとか、上から撮れ、下から撮れってのんちゃんが、もうめんどくさいとか言いながら、和道さんめんどくさいとか、やだとか、もう眠いのにとか言いながら、カサカサに100枚ぐらい撮らされる。カサカサカサ。違うとか。太陽をもっと当ててとか無理なこと言って。照明が足りないとかさ。
いやもうアドさんこんなんばっかり、もうやだカシャカシャ、こだわりが強いからアスペなんだよとか、もうなんかブツ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 言いながら写真撮らされた、うん、うん、後継メニュー浮かぶでしょ、うん、グズ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 のんちゃんが文句言いながら写真撮ってこれだとか言って、うん、こんな感じだね。うん、いつも俺に振り回されてる。だから本当にあのいつも思うのは、俺ね、あのグッズを買いたい心理ってよくわかんないんだよ。あのグッズってさ、本人が着てないじゃん、なのに客だけ買うじゃん。俺あれがわかんなくて、俺は例えばアーティストの服、あ、そのアーティストが好きだったらそのアーティストが着てる服を着たいの。普通ファン心理ってそうだと思うの。だけど日本のファンって売られてるものを買うじゃん、その人の顔写真が入ってる。そうじゃないんだよね。だから俺のグッズって俺が欲しいと思うものしか作ってない。俺が普段身につけるものとか俺が使ってるものを売るっていう。そしたらあれじゃん、正しいじゃん。だからシドビシャスの R のネックレスと一緒だよ、うん、あれはシドが売ってるわけじゃないじゃん。シドが身につけてるから価値があるんでしょ。だから俺が身につけてるものを売るっていう、多分支援が目的なんだろうけど、俺は普通に商品を作りたいんだよね、やっぱ。クリエイトしたい。そうそう、記念品感覚なんだよね。うん。だから指輪とかもデザインしたいし、自分で金が貯まったら。それこそネックレスとかさ、俺のブランドっつって。ワドフィーだよね、ワドフィー。うん。アクセサリー屋さんとかもやりたいし、自分がモデルで、自分がクリエイターで、自分がデザインして、自分で店持って、あ、うちの商品買ってって、全部俺がデザインしてるからってやりたいよ。その代わり高いよ、つって。声優さんと物販よくしてるんだけど、無名な人のグッズも少し物販で喋って仲良くなると買ってくれる人増える。だから、ニッチ産業だからでしょ、そこは。うん。だそれって商売なんだよ。うん、結局。そう、もう全部俺っていう、うん。俺がデザインしたら全部俺商品っていうのが理想系。だからいつも言ってんだけど、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやって、さらにお金も入ってくるっていうのが理想の生き方なの。好きな時に好きな場所で好きな人と好きなことを好きなだけやる。で、そこから勝手にお金が生まれてくる。だからこれ遊びでやってんの、俺は、うん。大人が本気で遊ぶと仕事になるって本気で信じてるから、俺は。ノリは子供だけど、大人が遊んだ方がかっこいいっていうのをガキどもに見せてやろうと思って。そう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 、ところジョージだよ、本当に。ところジョージなんか遊んでるだけだもん。嫌なことやらないよ。ありがとう、ズワイガニ。ところジョージのかっこよさが分かるようになったのは30過ぎてからだよね。もう何の人か分かんなかったもん。つまんねえな、このハゲと思って。ギターも歌も下手だし、何なんだよってかっこ悪いなと思ってたけど。あの、ビートたけしが唯一かっこいいと思う男にところジョージが入ってるのがよく分かった。もう自由人なんだよね。ところさんかっこいいよね。あれがだからもうセカンドライフは、みんな男のセカンドライフ、サラリーマン辞めたらところジョージになりたいんだよ、みんな。そう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 。
年間10億じゃない、電波の権利じゃなくて、携帯電話、au の前の前の前の状態の権利を持ってて、加納姉妹もそうだし、あの、所さんもそうだけど、携帯電話の権利がね、月700万。で、トータル10億じゃなかったな。他にもいっぱい権利物手出してんの。だから投資家なんだよ。タレントだけであそこまで成功できないよ。投資家、所さんは。うん。高田純次あったけどかっこよかったよ。うん。高田純次はめちゃめちゃイケメンだった。すげえダンディーだった。中野坂上でテレビのロケやってて、俺仕事行くときに高田純次がバーって歩いてきて、高田純次先頭で、スタッフが30人ぐらい、こうバーってカメラクルーが来て、うわーって思って、高田純次だと思って、先生おはようございますっていう風に言ったら、おうって言ってスタッフが爆笑してたよ。でも、出た言葉が先生おはようございますって言っちゃったら、高田純次、おーっつって、スタッフがバわらわらってなって。ああ仕事行かなきゃと思って走って行ったけど、うん、高田純次生かっこよかったね。白髪混じりですごいイケメンだった、うん、やっぱ先生だよね。俺からすると高田純次は素敵、うん、知らない人にそんなこと言われても瞬時に反応できるの。もう慣れてるんでしょ。あそこまで行くと芸能人は慣れてるよ。石川のりゆきなんかそういう芸能人オーラ出してきてるよ、最近。もう対応がね、タレントみたいになってきたもん。もう慣れてんの、サインとか。もうし、塩対応じゃないんだけど、逆になんかよそよそしい感じがタレントっぽいの。あー、いつも見てくれてるんですね。ありがとうございます、みたいな、もうテンプレートみたいな笑顔するからね、石川のりゆき。で、またファンが喜んじゃうんだよ、それ。あー、石川さんと喋れた、みたいな。こいつ、年々上手くなっていくな、みたいな。会うたんびに芸能人オーラ出してくるから。みなりもかっこいいしね、今。服とか、食ってるもんとか変わってるよ。ほんとに。藤原紀香かな？藤原紀香と耳が似てるような気がするね、とか適当なこと分かんなくて。うん。あれも好きなの。なんか、君、北川景子に似てないってよく言われるでしょ、とかね。言われないです。言われないよねーとか。北川景子に似てないねってよく言われるでしょうってすごいよね。耳が藤原紀香に似てるとかもう適当だよね、本当に。俺は今の時代はどうなってるかっていうと、タレント、要はテレビに出なくなったタレント、要は昔名前が売れてたんだけど、テレビ干されたタレント、要は芸能界の最下層にいるタレントと、配信者のトップにいるのが混じり始めてるっていう風に評論してて。要は、テレビで仕事もらえなくなったやつが放送を始めてるし、放送のトップにいるやつがテレビでちょっとひな壇出るようになってきてる。特集組まれてるようになって混じってきてんの。これがね、ゆっくり入れ替わる。なんでかっていうと、今は、人口分布図で一番多い層は年寄りなんだよ。で、年寄りがメインの娯楽がテレビなの。だけど、まあ、今の若い子っていうのは、リビング親父とかをババアに占拠されてるからテレビ見ないんだよ。見れないの。だったら好きなアイドルの配信者とか見るんだよ、ネットで。で、俺がどこに注目してるかっていうと、単純にこの上のジジイババアが死んだら、こっから下の世代全員スマホ持ってるんだよ。つまり、今、ビートたけしみたいなのが生まれちゃうんだよ、こっから。20年後に。20年後に、だから俺らは電波少年面白かったよねとか言ってるけど違うんだよ。石川のりゆきの森戸面白かったよねっていう懐かしむおじさんとかが出てくんのよ。わかる？これ配信者がレベルアップするんじゃなくて普及率の問題なの。スマートフォンの普及率っていうのはテレビの普及率超えてるの確実に。だけど、テレビがなんで力持ってるかっていうと人口が一番多くて一番お金を持ってる層がただテレビなだけなのよ。テレビを見る層のだけなの。だけどこれは絶対入れ替わるの。死ぬからあいつら、うん、だから逆に言ったら死んだ時に俺らがテレビに出るようになるかもしれないし、そうじゃなくてもうテレビ自体がなくなってスマホだけになるかもしれないけど、とにかく俺らはそこに命を張ってるんだよ。 YouTuber とか配信者はそこに活路を見出してるの。だからこれからでかくなるマーケットなのは確定なんだよ。あとはいかに名前を売っていくかだけなんだよ、俺らは。だから正直、億万長者出てくると思うよ。俺らの中から。
誰が取るかは分かんないけど、俺は狙ってるけどね。分かんないよ、再評価されるかもよ。和道ってなんかいいよねって、あんなに埋もれてたのに和道面白いじゃんって言って、10年後俺がトップにいるかもしんねえぞ。でもそういうことって起こるから、だテレビの司会とか回してやったら俺の方が絶対うまいもん、配信者の中で。だ配信会の俺は島田紳助のポジション取りたいよね。俺がね多分ね花開くの40代だと思ってる。まだね生意気に見えるんだよ、30代だから。許されないんだよ、年取ったら許されるから。このキャラクター、年取ったら俺は強いよ。40代になったら強いよ、俺は。もう何言っても許されちゃうから。32。だからね、まだ生意気に見られる。配信始めた27の頃なんか何言っても許されなかったよ。岡田？岡田って誰？うん。いや、俺は行くと思うよ。俺は行くと思うよ。正直、自己分析してて。まだまだ世間の評価が追いついてないだけで、時代が追いついてないだけだと思うよ。増田岡田の章、よくわかんないわ。うん、全然違うと思う。俺がよく言われるのは、品川庄司の品川だねって言われるね。そう、芸能界に当てはめると和道ってどこだろうって言った時に、みんなが言うのは、まあ、ビートたけしは石川紀之で、キャラクター的に、ポジション的に、和道はあれだよねって、あの、みんなに嫌われて、出しゃばりで、喋りはうまいんだけど、うざい、品川庄司の品川にそっくりって言われる。ひな壇とかも別にこなすんだけど、なんか嫌われるっていう。うん、品川庄司の品川っぽいっていう風に、うん、将来のポジション、うん、現時点のポジションでは品川っていう評価をされてるね。うなは男子師匠だろうね。うなは今男子師匠のポジションだよね。そう、おしゃべりクソ野郎のポジション。だからそれこそ映画撮りたいとか言ってるのも被ってるし。映画撮りたいとか言って被ってるし、うん。いや、男子っぽいでしょ。うな、ん、は完全男子のポジションでしょ。もう何言ってもね、何言ってもすげえって言われちゃう。うん、博多？ああ、そういうクリーン系ではない、俺は、うん。絶対違う。そっちの方には行かないと思うよ。水道代払いに行かねえとな。水道今日で止まるんだよな。うまいこと言ってんじゃねえよ、ボンバー。奥狙ってるんだよねからの水道橋止まるんだよね、まあ、笑う。いや、だからなんつうんだろう、俺は奥掴むと思ってんだよ。ただその大きく見せてるわけじゃなくて、それは冷静に見てそうじゃん。俺が奥掴まないでどうすんだよっていうのあるの。もう間違いなく掴むんだよ、配信で奥を。億万長者になるんだよ俺は。もうその気満々なの。ただ現実問題として、水道今日止まるんだよ。3ヶ月滞納してるから。
今日電話したら、あの都庁に、あの出張所があるから15階、都庁の15階に行ってくれって言われてるから。だからそこは隠さないよね。リアルはリアル。うん、水道止まるね。このままだと。4800円を3ヶ月間滞納してるらしい。ライフライン。水道止まるってよっぽどだからね。最後の、絶対止まらないって言われてるライフラインだからね。最後の最後のライフラインだから。まあ公園でね、風呂でも入ればいいんだよ。死にやしねえから。でもまあさすがに水道出なくなったら凹むから。旅してたから。うん、旅してたからしょ。あと、苦しかった時期があるんだよ。それよりもステッカー代を払いたかったんだよ。うん。いいんだよ、うるせえな。俺はだからいいじゃん。ボルビックでも買ってくれいいんだよ。ボルビックで風呂沸かしてやるよ。うん、ボルビックで風呂を沸かすために俺は水道を止めるんだよ。わかった？考え方、お前ら凡人だな。わかるよ。俺クラスになるともうボルビック買ってこいっつって。もうボルビックバーってスタッフが入れて。あ、ボルビックのお風呂はいいわっつって。わかる？うん。レベルが違うのよ。発想が違うのよ。その辺の凡人とは。ボルビックブロ、うん、わかんねえぞ未来さ。俺が奥掴んでチヤホヤされてるの目に浮かばない？3年後4年後か10年後かいつになるかわかんないけど、俺は10年以内に見えてるよ。ここに札束があんのが、うん、札束積んでもう数えてるスタッフがその辺にいるのよ。もうずっと配信中にこうパッ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 パって。で、輪ゴムで止めてんの。あ、お前、キャッシャー買えよって。買ってこい、今からって。どっかに売ってんだろうって言っても。でも、次の日には、こう、バーって自動で、その辺で、バーって。うん。それ、一束持ってっていいから、つって。わかるよ。スタッフボランティア。うん、若杖。うん。風呂釜痛むかな。理想の生活、俺の理想の生活は、だからもう寝てるじゃん。そうすると、もうスタッフが部屋中に5人ぐらいいるの。はい、スタンバイっつってこうやって。はい、スタンバイっつって。はい、乾杯オッケーっつって。カメラオッケー、照明オッケーっつって。はい、ワトンさん起こしてっつって。あー、眠いよーっつって。はい、スタッフっつって、スタッフがこう、ゴシゴシ俺の体洗って、もう頭洗って、可愛い女の子が、ふわーって洗って、ドライヤーふわーって受けて、もう眠いわーっつって、はい、メイクーっつって、メイクをふわーってやって、はい、5秒前 !4、3、2、1! はい、ワドツー！今日もお疲れ様です。今日の放送はってやって、もう放送が終わって、はい、じゃあ皆さんまた最後、つった、おいつったら、お疲れさっしゃーワドさん今日も良かったっすつって、肩揉んでくれて、うわーって、ワドさん、キレッキレっすね今日のトークつって、花火20万発ですよつって、あ、そうつって、飲み行くかーっつって、うっせーっていう生活を前に続けたいの。もう、なんか昔のハリウッドスターみたいなさ。うん、もう車とかももうずっと止まってて、ブーンって、うん。振り込んでくれる人全然いるよ、全然いるよ。うんうん、いやいや、もうそれが俺の最高の理想の配信生活だから。もう全部、全部みんなやってくれんの。全部。そう。全部みんなやってくれる。スーパースターだから。スーパースター。うん。夢を食って生きてる。いや、違うんだよ。俺は今夢中なんだよ。だってね、俺はさ、生活保護を受けてた身分ですよ。仕事も与えられないぐらいの身分だよ。今、昔の3年前の俺からすると配信で食ってくって言ったら笑われたんだよ。お前が配信で食ってけるわけねえだろ、このゴミクズがあって。前科3班、中卒、ね、障害者手帳。何個あんだよって、ゴミクズだよ、アスペがこの野郎ってずっと叩かれてたんだよ。配信で飯食うなんて笑わせるなって。本気で言われてたんだよ。みんな今笑ってるけど。
でも俺は3年間言い続けた。俺は配信で飯食うからって。今現実食えてるんだぜ。夢の中で生きてるんだよ。俺が3年前見た夢の中で生きてるんだよ。俺にとっては現実だよ。だから夢中でやるっていうのは夢の中で生きるんだよ。俺はだから奥掴んでる未来が見えてるもん。俺は奥掴むよ。今みんな本気で笑ってるけど。10年以内にこれ予言が当たるからね。えって。その頃はもうチヤホヤキラキラコメントばっかりだよ。みんな和道さん和道さんって。和道和道って。うん、あ、俺とコラボしたいのって。300ぐらいかなって。300用意できるって。やっぱ今日出ないっつって。もう今日気分悪いから出ないって。もう500っつって。あ、じゃあ出るかっつって。キャミソールさんいらっしゃい。歯磨きは自分でやるかな。あ、でもね、最近パナソニックが出した水圧で歯磨くやつ欲しいんだよ、あれ。こう、歯をね、水圧で磨くの、ビーって。で、俺、スキップ、あの、歯並び悪いから、誰か買って、パナソニックの。パナソニックの歯ブラシ。パナソニ、いくらすんだろう。パナソニック、歯ブラシ。歯ブラシじゃないんだよな。なんつうんだろう。水圧で、15,000円。15,000円で、ジェットウォッシャーかな。ジェットウォッシャー。パナソニックのジェットウォッシャー誰か買ってよ。15,000円。ちょっとこれ欲しいんだよ。頼むよ。ジェットウォッシャーの黒。いや、黒あんのかな?これちょっと興味あるんだよ。昔、私はウェブデザイナーになるっていう CM が全力で笑われてたのを思い出した。だからそういうもんだよ。常識っていうのは変わるから。すぐ買えるやん。違うんだよ。リスナーさんに買ってもらうのが一番いいんだよ。夢があるじゃん。もう並べておきたいの。この後ろに。ブワーって。リスナーさんからもらったもの。あと、それ何?あ、これリスナーさんからもらった。これコーヒー。これ実際コーヒーメーカーリスナーさんからもらったものなんだけど。そう。あ、これって。リスナーさんからもらったのって。これって。リスナーさんからもらったのっていう。そうだね。水止まったらボルビックで体洗おうね。ね、そういう生活がしたいの、今は歯医者でもクリーニングするとき水圧のところ、そうなんだ。もしお金に余裕ある人いたら買ってよろしく。ねえ、ちょっと買いたいよね。お、京子さんありがとう。京子さん花、ハート20個ありがとう。ありがとう。いや、でもね、その、なんか、夢をバカにする時代だからこそ、俺みたいなバカが一人いた方がいいと思ってんの。俺はね、世界の調和をとってる、なんだろう、男なんだよ。もう夢が、若い子に夢がなくなってるわけよ。だから、俺みたいな、もうぶっ飛んだ、もう奥稼ぐの当たり前だからっていうぐらいの、やつがいていいんだよ。じゃないとおかしくなるから。あ、俺も和道ぐらいわがままに生きてみようかなって。ちょっとね、夢がなさすぎるよ。現代社会は。俺みたいな、ね、本来ホームレスでその辺でのたうち回ってるような、本来はそういう男が、なんか億万長者になるって夢がある話だと思うよ。なんだって、バカでも稼げるじゃんって。そう、ナマポでも人生這い上がれるっていうかさ、生活保護、環境じゃないんだって、やる気の問題なんだっていうことを提示しておきたいの。俺は。人はいつでも変われるっていう。あ、いいね。そうだね。パナソニックで、ビーってね、ウォッシャーできなかったんで、のんちゃんに水鉄砲打ってもらえばいいんだよね。シュコシュコって、ワドさん口開けて、つって、シューっつって。いや、いいんだよ。だって、バカが一人ぐらいいないと世の中回んないよ。バカが一人ぐらいいないとダメなんだよ。おい、じゃあそろそろ終わりかな。皆さんありがとうございました。初見の方はぜひフォローよろしくお願いします。Facebook、Twitter、LINE、LINE もね、申請お待ちします。LINE を送ってくれる人は、ふわっちから来た〇〇ですって小手半のメッセージをくれた人だけ、申請許可をしてます。放送外のね、スパーリングの動画とか、YouTube チャンネル登録をしてくれると、できますので、YouTube のチャンネル登録ぜひぜひお願いします。あとはですね、
6月の10日に、便所太郎さん主催の、新木場ファーストリングでね、捨て頃という格闘技イベントに出ます。これを見てくれる人は、便所太郎さんのツイキャスをフォローしておいてください。6月10日、僕の出番は、夜の7時頃です。19時頃に僕の出番になりますので、アイテムありがとうシャツ。よろしくお願いします。あとですね、捨て頃の会場でステッカーの販売もやりますので、こちら、1000円で2種類販売します。こちらのステッカーもぜひお買い求めください。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、フォローありがとうございました。アイテムもたくさんありがとう。じゃあみんなお疲れ様です。頑張ります。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。